回は勇者ヒンメル総集編に対する反応集を紹介していきます。それではどうぞ。勇者の剣がなくても馬王を打ち倒した真の勇者、かっこよすぎだろ。めちゃくちゃかっこいいよな。死んでから株が上がり続けるヒンメルとフーガールさん。南の勇者もヒンメルも南の勇者も抜けないとか、勇者の剣人を見る目なさすぎだろ。あ、これ自分が抜けない方が魔王を倒せるわって判断したのかもしれないし、今の話の名の知れてない化け物魔族みたいな、モッドやベー魔王が現れた時に抜けるようになるのかもしれない。化けて油断を誘うはずが本人に忠実すぎて打てと言われたやつ、イケメンすぎる。今出てるマハトとかソリテールですらやばい強さなのに、それをはるかに超えるであろう魔王をどうやって倒したんだ。この人の一番やばいところは欠員も後遺症もなく、パーティーメンバー全員ロードを過ごしてるところじゃない。魔法使いと選手は途中スカウトだけど、あのレベルの勇者と僧侶が同じ村出身の幼馴染っておかしい。フリーレンの下着を見た子供にマジヒレする。ごちゃめさも持ち合わせている。しかもナルシスト。彫刻家いい加減ポーズ決めろや。何時間もかけてポーズを考えて自分の銅像をあちこちに作ってもらったって聞くと笑える話なのに、そこに込められた真意に気がつくと泣ける。今気づいたけど指は薬指にあげてんじゃん。癒しすぎだろこの勇者。でもこの勇者フリーレンが投げ必須しただけで即死するぞ。このピュア勇者癒し系ヒロインで気振ることの多い俺だが、まさか癒しいイケメンとかいう新ジャンルで気振ることになるとは思わなかったよ。よくネタにされるセリフだけど読者に刺さる言葉でもある。いなくなってもフリーレンの心の中に生きてるし、そろそろ強さの一端を見たい。スピード系なんだろうけど、レプリカの勇者の剣で最後待っているもんな。剣をいつ抜いたかわからんスピードで魔族の両腕切り落として人質の子供も奪還してるのやばい。偽物とはいえ伝説の剣のレプリカだからそれなりに良い剣のはず。助けた行商にもらった剣だから下手すると最初の村でもらえる鉄の剣レベルだぞ。勇者が勇者なの良いよね。この漫画読んでから RPG のサブクエストを進んでやるようになったな。不法室を選ばずというし、正直ナルシストなくらいしか欠点がない。外も内もマジでイケメン。ただし晩年は詩人でハゲる。時の流れは残酷である。可愛いおじいちゃんで良いだろうが、なんか主人公の師匠的立場で過去回想シーンで若い頃が出たら誰と主人公や読者がざわつくタイプの老人キャラっぽいんだよな。老人になるまでどんな風に過ごしていたのか読者が知る日は来るのだろうか。ヒンメルの過去話が語られるほど1話を読み返した時に何とも言えない気持ちになる。ヒンメルが死んでからどんどんフリーレンが成長してるの辛い。生き返らなくてもいいから最後の土地でフリーレンに告白のチャンスあげてほしい。チャンスなんていくらでもあったのに。フリーレンが寿命の違いを早くに実感してればな。1話を読み返すたびになく、フリーレンの中であの時のガキからどんどんランクアップしていったんだなと思うと胸キュンですわ。辛いといえば辛いけど、人間を知ろうとした怒り、成長のきっかけは他の誰でもなくヒンメルだったわけで、ヒンメルとしてはそれで十分報われたと感じるんじゃないかなって思う。その上好きな子が自分のことを自分が死んだ後もずっと大事に覚えていてくれて時折思い出してくれるって最高に幸せなことかなって。作中死者が死後に行き着く場所があるみたいな話があった。信じてるぞ。お前とヒンメルがかわいそうだと思ったんだが刺さる。ハッピーエンドには手遅れだろうけどフリーレンが成長できてよかった。話の構成上フリーレンの開墾で物語が終わるだろうから、ヒンメルの思いを知って自分の思いを知って永遠に伝える機会を失したことを実感して終わるんじゃないかな。超高速剣技だから魔法系の魔族だと相対したら即切られるのマジで怖い。勇者の剣は別に魔王用じゃなくて危機が起きた時のためだから、魔王なんて別にってことだよね。暇つぶしに作られただけの剣の可能性もあるから怖いところ。 WA2 のアバートラームとか TF の典型剣みたいにやぶえものを抑えてて抜いちゃダメなのに、年月の経過とか悪魔の謀略で抜いて良いものとして話がすり替わってる可能性も。同じ世界で生きる種族同士で争うために使わせるけないだろかもしれない。剣を与えるとか介入できるぐらいなら自分が介入して倒しちゃってもいいってなるしね。大の大冒険のバランみたく女神はより強大な敵と相手している状況とかありえるかもしれないよね。結果論だけど聖剣なしで魔を倒せてるからね。真の勇者が現れたら聖剣が抜けるんじゃなくて、聖剣が抜けないと誰も勝てない存在のカウンターだから抜けた人間が真の勇者になる説。もうあれは宇宙人でも攻めてきた時にしか抜けないんじゃないかと。勇者用なんじゃなくてもらった本人の個人用なんじゃないのかね。逸話は後付けで勝手に言われてるだけで。名誉 DT 勇者そうだと確信できるピュアさ。老いても生きてる間は魔族がビビり散らかす勇者を投げキス一撃で倒す魔法使いがいるらしい。最初は
コミカルな感じだったのに、旅の思い出描写が出るたびにイケメンレベルが上がる勇者。旅を始めた時からこのレベルで達観してたの。どんな人生を送ってそうなったんやという。定期的に一話を読み返したくなるいい作品だよね。鏡で身だしなみ整えてたのがフリーレンと出かけるからって発見できる悲しみ。魔王が死んでも魔族が滅んでいないので、後の時代でもっとヤバいのが出るのかも。未来予知できる側近が千年後のって言ってたから、そっちが真の勇者の出番なのかもね。そりゃ魔王が魔族を生み出したとかいうわけじゃなく、魔族の中から魔族をまとめ上げられる奴がいたってだけだし、すべての魔族を相手できないから統率している魔王を倒して組織行動をできなくさせて対処しやすくしたのが現状だろうし。なんで七宝剣は少なくとも二人健在、七種の魔族がヤバいって認識もあったのに、生涯かけて魔族相当の旅とかしなかったんだろうね。そこまでボランティアするつもりはなかったのかな。化けたヒンメルの腕ハメっちゃ好きだし、最初期だからアニメでもやるだろうから楽しみ。言葉が少ないのにヒンメルのこともフリーレンのこともいろいろ伝わってくる素晴らしいシーンだよな。アニメはマジで魔を大事にしてほしい。弟子に命乞いする人も映像化されちゃう。9話死者の幻影、私の好きな話です。再現度高すぎたせいで負けるとか何なの。勇者の剣はこいつらの戦闘力高すぎ、私いらないじゃん。こんな感じで誰にも抜けなかった説。勇者の剣がないと魔王討伐なんて無理。で世代のために抜けないように踏ん張ってくれてるのかもしれんよね。もしかしたら超絶に重くて超絶な筋力がないと抜けないってだけかもしれない。ヒンメルがおじいちゃんになるまでの時間はフリーレンにとっては1年留学してたぐらいの感覚ぐらいっぽいのがまたね。ごめん、留学を元で留年に見間違えた。めっちゃ留年しそうとか思ってすいません。そもそも人類の一番のかなって本当に魔族なんすか。魔族は害獣みたいなもの、擬態能力とか弱者の手段。未だになんで幻覚を見せた魔族が撃てって言ったのかがわからない。撃てって言われても撃てるわけないよみたいな展開を期待していたのか。相手の脳に作用する幻覚っぽいし、魔族が直接言ってるわけじゃないんじゃない。自動的に思い浮かべた人間が言うセリフを喋るようになってるんだろう。そしてフリーレンの中のヒンメルはそう言う。それだけ。ヒンメルフリーレン撃つな。フリーレンヒンメルはそんなこと言わないになるだけだし。撃てヒンメルならそう言う。ほんと好き。ヒンメルが偽物だって言うなら本物はどんな怪物なんだよ。全七宝剣魔王の腹心を相手に一人で戦い、七宝剣を三人しますし、腹心と相談になるくらいの強さかな。名を抜いてない模様。南の勇者ホントスコ、最初期の七宝剣には勝てなかったって言葉の意味が全然違うのや。ベイヨやベイヨってなる。七宝剣の一人には勝てなかったではなく、七宝剣の全員魔王の腹心には勝てなかったが半分以上は倒した。怠慢で一人ずつ戦ってたら多分普通に勝ってたんだろうな。たかだか100年しか生きないくせに人類のステータスおかしくね。勇者なんて称号でしかないからね。その剣に対する適性がないのと、戦士として超絶な力を持っているかは別だから。というかもしかしてらその剣を使ったらちょうど倒せる程度の相手だと抜けて、剣がなくても勝てるのなら抜けないというだけかもしれない。強い奴に強い武器持たせても後の世でヤバいだけだし。勇者の剣的には魔王がハドラーレベルだった可能性もある。ヒンメルが死んでから魔物が活性化という事実だけで、劇中の過去含めて登場した誰よりも恐れられたという勇者剣からは偽物判定。ヒンメルが死んでから潜伏をやめて活動を再開するアイウラ、フリーレンやアイゼンはまだ存命なのに気にしてないとこ見るとヒンメルその他なんだな。実際その認識をさせたからこそ自害させられたとも言える。ゼーリエなど強者がまだいる世界なのに魔族全員が明確にヒンメルとそれ以外になってるのがすごい。どんだけヒンメルはヤバいんだって話。クバールの封印が解けかけていないか定期的に見回る人。クバールも大概おかしいんだけど、当時のクバールとやり合って欠損が皆無なパーティもだいぶおかしい。死んでなければチーと僧侶が何とかしてくれそう。ハイターの女神の魔法で腕とか生やしたかもしれん。それはそれでハイターやべえってことになるが、ヒンメルの勇者時代の10年はちょこちょこ出るけど、パーティカイさんから50年ももう少し掘り下げてほしい。勇者の逆張り作品も多いけど、本来勇者ってこういうイメージだったよなとなるのがヒンメル。超絶正統派の良さが詰まってるよね。完璧すぎないから親しみすら覚えるの。ほんと勇者。追放系に出てくる勇者たちはヒンメルの爪の赤でも飲め。偽物と呼ばれた存在が本物になるというそのただ一点で、はあ好きとちょろいオタクになっちゃう。ヒンメルの場合本物だけどなぜか偽物認定されたってパターンだけど、所詮は勇者の剣が勝手に勇者じゃないって言ってるだけだからな。だって告白しないし。レプリカの剣最後までボロボロにして使ってたのが1話でわかるの好き。幼い頃に森で迷ってエルフの姉さんに出会い魔法を見せてもらった場面を思い出しながら亡くなる老勇者。1ヶ月飲まず食わず空気もいらずで大丈夫な結界を張れるチート僧侶もいるしな。
プラス回復魔法で、1ヶ月延々とゾンビアタックしてきそうだから、魔王だってやられる。フリーレンが諦めた。結界を微量とはいえ削ったり、攻撃力もやばみちゃんなんだよな。高速が極まった、非魔法使いの前衛という、あの世界のレアキャラ。ちょっとメンタルに良すぎる勇者。絶望的な状況で輝きすぎてる。レイブの芝を思い出したわ。どこぞの作品みたいに、人類が絶滅しかけないと、本領を発揮できない剣なんだろう。千年後に人間と魔族が共闘しなければ勝てない。世界滅亡級の怪獣でも出てきた時に、初めて抜けると思ってる。フェルンとシュタルクの子供が勇者になって、剣を抜く未来が見える。アイゼンは、自由落下なら、どんな高所でも向きづらしいけど、ヒンメルの耐久力は、どれくらいだったんだろう。勇者パーティー誰一人血縁残してないのが、また悲しいというか、南の勇者の子孫は、ワンチャンいるかもしれないけど、剣が抜けねえ。本物の勇者じゃねえでやめちまうなんてつまんねえだろ。信じられるすべてのもののために、すべきと信じたことをやり通してみせんだよ。で、真の勇者になり、仰せた男。魔王討伐後に、ようやく抜けたりしてな。本末転倒だけど。伝説の武器なんて古臭くて使い物にならなくて、勇者に与えるのはもちろん。真実を教えて、希望をなくさせるわけにはいかないっていう漫画の話があったな。各キャラどれも好きすぎて、いっぱいスピンオフ作品出してほしい。ヒンメルかわいそうすぎるね。でもハゲるんだよね。エルフは皆恋愛に疎くて鈍いそうなんで、エルフに入れ込むと皆こうなるんだろう。ヒンメルはどんな思いでフリーレンが訪れるのを50年待ってたんだろう。一途すぎだろ。ダエルフに化粧なんてしなければ、余生は子供作り放題のボーナスタイムだったのにな。普通に告白しとけばフリーレンも今みたいに人の気持ち理解してくれたんじゃないの。子供の頃に命を助けられたばっかりに。でもフリーレンに入れ込んでなければ魔王を倒すまで頑張れなかったんだ。ヒンメルは心身ともにイケメンで俺そっくりだな。ヒンメルがこんなにバカにされてるところ初めて見た。アウラ成仏しろ。漫画読む前まではキャラデザでイケスかないイケメンキャラだと思ってた。男が見ても顔も性格もイケメンとかずるすぎる。勇者の剣を抜けない勇者なのがかっこいい。剣の下の岩を破壊したらダメなのか。エルフは人の心がわからないから。ヒンメルはすぐに死んじゃうでしょ。トカスの表情で言うぞ。冒険終わった後、実はしれっと遊び倒して独身だけど子孫はそこら自由にいるとかだったりして。ヒンメルはそんなことしない。なんでみんな独身なのかな。アイゼンは妻子がいたぞ。過去形というか、明確にヒンメルが独身だったって描写はないじゃない。ないじゃない。ヒンメルはフリーレンと幸せな結婚したじゃない。幻覚。ヒンメルピュアすぎないか。フリーレンの投げキッスでノックアウトできるからな。なお他の相手には効果はない。死後も忘れられないために全国には回顧の銅像を乱立してとか、その努力を告白に使えと言いたくなる。まずは興味持ってもらってからじゃないと。100年以上は引きずっててほしい。魔王討伐の英雄で女なんて不自由しないはずなのに、生涯独身でハゲチビになっても最後まで一人のエルフを愛し続けた真の男やぞ。仮にヒンメルと結ばれても、エルフにとって50年なんてほんのちょっとの期間だし、一緒に老いて死ぬのは無理じゃない。フェルンとシュタルクも結婚しないまま、シュタルクが先に死にそう。20歳くらいでソリテール殺してる。フェルン一級魔術師も化け物だよ。育ての親がハイターだしさもありな。束縛もしない。見返りも求めない。アニメはいい演出だった。指輪をはめてる時に街の鐘の音が鳴るのが憎いね。討伐以来の活躍を理由にしてるけど、自分が送りたかっただけだよねこれ。そりゃそうよ。アニメではさらに一歩踏み込んで、露店でいい店見つけたっつってたろ。それがなんで宝石店なんだよって話だ。今時はすぐに勇者とかを闇落ちさせたがるが、ヒンメルはこの作者じゃなければ闇落ちしてそうなくらい不憫だったりする。ヒンメルは光属性だからな。水属性みたいなカラーリングしやがって。死んだ奴らいくらでも光り輝かせていいと証明する漫画だな。死ぬ前から光り輝いていたから。しょっちゅう飲酒してたハイターよりだいぶん早く死ぬし、ハゲる健康な人生を送ってそうなのにな。若い頃の無理がたたったのか、ハイターの肝臓が異常に頑丈すぎるのか。あの容姿になる年齢まで生きれば、人間としてはむしろ健康な方ではないかと。ハイターは人外。フリーレンが預けてた暗黒の牙みたいなのに呪われたんじゃないかな。ヒンメルがフリーレンたちと別れた50年の間にも人助け続けてたんじゃないかね。クバールの封印、毎年見に行ってただけじゃないと思う。ハイターがヒンメルが長生きしてたらもっと多くの人を救えたって言ってたから、きっとそうだろうね。まずはフリーレンのために時間底の魔法を探す大冒険はしてるはずだしな。未来のフリーレンが人の心に触れて大切なものをたくさん見つけているのを知っているから。
たとえ自分の気持ちが生前に伝わらないと分かっていても絶対に未来を変えない決意ができる男。ヒンメルがもっとフリーレンに積極的にアタックしていれば、100年後じゃなくて50年後くらいには気持ちが通じていたかもしれない。ヒンメルの寿命がエルフ並みにあれば500年後くらいには結婚してたかもな。ヒンメルを身内にしようといろんなお見合いが舞い込んでくるけど、全部断ってるうちに貴族の間でヒンメルの好みは何なんだって議論が起きてそう。若いのがいいのか熟女がいいのか、まさか男がみたいな。まさかロリババアとは思うまい。人気投票も圧倒的1位だったんよな。人間の女性と結ばれたドワーフがずっと妻の故郷を守り続けてるエピソードがあるんやけど、これがフリーレンの別の分岐だったかと思うと辛い。種族同士の恋愛はこの作品では悲しい結末にしかならない。現実の夫婦だって死別してからずっと独り身ですとかも珍しくないし、そこはあまり変わらないんじゃない。数年で日常からは消えていって、ふとした時に思い出して楽しかったり悲しかったりするようになるだろうけれど、それは悲しい結末とは言えないと思う。でも死別して妻の顔や声さえ忘れてしまうほどの年月が経つのは長命種族ならではじゃない。キスしに行ったフリーレンが中身入りなのか、ヒンメルの妄想具現化なのか。もらった指輪の意味を理解している未来のフリーレンなんだろ。だからヒンメルは自分が死んだ未来では思いがフリーレンに伝わってたことが分かって50年生きてきたんじゃねえ。普通に考えたら指輪の意味を理解して気持ちを受け入れてくれた妄想だろ。ヒンメルは普通に家庭を持って大往生だったと思ってたんだけど違うのか。タンスから暗黒の正気を垂れ流してる家に嫁ぐのはちょっと、そことは別に新築建てればよくね。ヒンメルの子孫を登場させてフリーレンをざわつかせてほしい。話が進めば進むほど1話の重要度と尊さが増していく。原作最新は今のフリーレンはヒンメルと結婚してもいいくらいに恋を理解しているのが悲しい。過去話でここまで株が落ちないのは珍しい。精神魔法にかけられてると理解した上で目つむってキス待ちしてるくらいにはフリーレンもヒンメルが好きやったんやけどな。なら多分生涯独身のワイも真の男やな。各地に銅像を残せるくらいの男になってくれ。今時珍しいレベルの心身ともに火の打ち所がないイケメンで、すごい晩年ハゲると言っても顔立ちは整ってて身綺麗なままで年を重ねているしな。マーガイ戦終わったら即別れて、次は50年後の老人だからエルフ以外を愛してなかったかどうかはわからないけどね。仮に結ばれて50年連れ添ったらフリーレンもだいぶ変わると思う。ただそのせいでフリーレンが100年単位で引きずりそうだから未来がだいぶ変わりそう。ハイターは女神の加護とか有能すぎて酒関係なく寿命限界まで健康だったんだろうな。魔王を倒したからって田舎暮らし決め込んでいったけど魔王の残党はずっと暴れてたし、結局フリーレンが後始末するのが今のアニメだし、そこまでいい勇者でもなくないか。ヒンメル存命中は魔族はある程度隠れてたはず。ヒンメル没後に暴れる魔族が増えたんだろうな。ヒンメルがフリーレンと恋愛してイチャイチャしながら銅像を建てられればベストだったんだろうが、相手の時間感覚が違いすぎたのがな。10年旅しても最近会ったばかりの人扱いってもう一目惚れでもさせないと無理やん。このイケメンがよ、本当に追い惚れてもイケメンだよ。原作を読めば読むほど1話のダメージは増えるんだ。俺みたいになマジで茶化せないくらい辛いんです。ちょっと寝込んじゃうかな。弱点が自分の銅像を作る際に時間をかけまくるぐらいしか思いつかない。それすらも真相を知ると長所でもあるのが強い。老いぼれてても目が澄んでるんだよな。フリーレンがハゲなんだからこだわっても意味ないよっていう前に、兄よりの表現でガラスに映った自分をじっと見てるんだよね。あの時ヒンメルは何を思っていたのか。自分の装備を見て旅路を思い返してるのかと思った。これだよね、かつての旅を思い出してる。良い描写だと思った。ハゲなりに年取った自分なりに好きな女性の前でカッコつけたら、これ言われる心中考えたらエルフってマジで魔族かなって思ったんだよね。でもそんなフリーレンを愛していたのがヒンメルなんだな。もちろんヒンメルがフリーレンにそういう扱いされても寂しそうな顔で、フリーレンらしいって言って笑ってそうないい男なのがなおさら辛いんだよね。葬式のシーンで泣いた。泣くつもりはなかったのに気づいたら目が潤んで、フリーレンが泣き出すのを見て耐えきれなかった。見る影も泣く老いぼれてハゲて縮んでるのに死んでなお株しか上がらないぞこの勇者。ヒンメルの声すごく良かったね。老いてもかっこいいとわかる声の演技。正直老いたヒンメルは全然イケてないと思ってたんだけど、声聞いて考えを見直した。
最後までかっこいい勇者だったよヒンメル。年老いても目元はイケメンのままだ。この壁は絶対傷つけられない。私たちの冒険ここで終了です。軟化剣を思いっきり叩きつけたら壁の一部かけたよ。これ脱出できるんじゃね。という解決法を思いつく超脳筋勇者だからね。強いのもあるだろうけど、どちらかというと何してくるかわからない部分が大きい気がするな。アウラ vs ヒンメルがちょっとでも見れないかと期待してる。ヒンメルきっとフリーレンが好きだったんだろうな。やっぱり好きだったんだな。知ってタイヤ好きすぎないかヒンメル。お前フリーレンを愛してるがゆえに縛りつけなかったヒンメル、ほんまってなるよね。夜遊びは MV テロを即刻やめろ、死人が出るぞ。遺言、ここの歌詞が映像込みで一番好きだよ畜生。わかるよ、ボロ泣きしたよ。魔王を倒した勇者だからではなく、ヒンメルがヒンメルだからこそ慕われたんだろうな。だからこそあれだけの弔問客が集まったんだろうな。魔王を倒した後も人助けたくさん続けたんだろうなって思う。だから結婚したり特定のコミュニティに入ったりしなかったんだろうか。道草大好きのサイドクエスト全勝家系勇者だからね。しかもイケメンのお人よしでめちゃくちゃ強いんだ。どうして勇者の剣が抜けなかったんですか。勇者の剣、これ俺いらなくない。南の勇者が命を落として魔王軍倒しまくってくれたのが大きいとはいえ、五体満足で冒険を得てるの何なんだよ。そもそもお前は何と戦うのを想定して用意されたんだ。勇者の剣って強い剣というより抜いた人に、お前はちゃんと勇者として認められてるぞって背中を押す役目を持つ剣なんじゃないかと思ってる。それで最初から戦い抜く覚悟の決まってるヒンメルや南の勇者には抜けない感じで。だから強い割に自分に自信の持ててない善良な戦士と変えれば抜けるんじゃないすかね。戦闘描写見るとわけわからん動きしてるんだよな。魔族が反応できない速度で切りかかってる。何度でも願うけど、もし天国にたどり着けたらヒンメル側に告白させてあげてほしいんだ。アニメ見て改めて感じだけど、1話時点のフリーレンだと絶対に告白の重み伝わらなかったと思う。でも今のフリーレンならちょっと受け取り方違ってくると思うんだけどな。何よりあのまま思いを全て飲み込んで死んでいったのかわいそうすぎるでしょ。でもヒンメルは天国でおとなしく待つくらいなら生まれ変わって別人として、フリーレンに出会ってまた一から始めようとか考えて実行してそうなんだよな。そして前世と同じようにフリーレンの未来のために行動し続けるんだな。頼めばたった50年くらいフリーレンはとどまってくれただろうけど、多分それだと同じく悲しんではくれても、人の心を知りたいとまではいかなかったんだろうな。マジで一生お会いした人の未来のために捧げてやがる。アニメ勢の方々の鏡レンゲのシーンの阿鼻叫喚が今から楽しみですよ。フフフフ。サブクエスト全部やるダンジョンの分岐で当たりを引くと戻って他の分岐を探索する。本筋には直接関係ないディスカバリーも抑えるエンジョイかつやり込みが知勢と回遊無敵すぎる男。でもね、そんなフリーレンが口にする勇者ヒンメルならそうするって言葉が好きなんだよね。勇者パーティーのみんなに、勇者ヒンメルならそうすると言わせた男だ。存在感が違う。3人のヒンメルに対する信頼感よ。生まれ変わりへの期待も多いんだな。ただ生まれ変わっていた場合は魂オリオールにはいないよな。生まれ変わってフリーレンと生きてもよいし、フリーレンが人生を終えるまで天国で待っていてもよい。フリーレンの作者なら納得させてくれるという信頼がある。最終回で霊体になった僕もイケメンだろと言って再会してほしい。そこまで気軽に引っ越しする世界ではないだろと思いつつ、50年後も同じところに住んでたのが好き。フリーレンが来るとき迷ったりしたら困っちゃうよな。奇跡なんてなくて二人は二度と会えず、存在は細切れになって世界に溶けて消えました。おしまい。だとしても現時点でかなりヒンメル優勝してない。ヒンメル本人が気づいてもらいたくて影響を与えたり像を残したんじゃなくて、自分の死後フリーレンを一人にしないためにって。優しさから来る愛情だから取り返しがつかなくても勝ち確定なんすよ。純愛極まる。アニメ初見だったんだけど、スカートまくりでヒンメルの思いに気づいたマジか。そしてもっといい感じのところで気づけよ自分。50年経ってるとはいい、ヒンメルだけなんであんなに年老いて縮んでハゲてたんだろう。幼馴染のハイターはあの時点ではまだまだ元気で、そっからもかなり長生きしたし、ワンチャン暗黒竜の角の影響説。仮に暗黒竜で寿命が減ったなら、白鳩が魔王軍の活動時期を早めるために魔王城に大ヒンメルトラップとして仕込んでたのかもしれない。ヒンメルは勇者なんだ、
魔王を打ち倒す勇者であり、いろいろ足りないエルフに挑む勇者でもある。花畑を出す魔法を見せてもらってから花言葉とか勉強してそう。ヨボヨボのじいさん旅に連れ出して流れ星見に行くとかひでえなと思ってたけど、このレベルで戦闘できるなら余裕だったか。ヒンメルかっこええな。てか剣消えてたけどフリーレンみたいに剣いきなり出せるんか。ヒンメルじいちゃん全然剣いきに見える。こんなんマスターヨーダじゃん。ローヒンメルを最初に見たとき、ヨーダをコンセプトにしたんだなと思った。ヒンメルじじいになっても変わらず強いし、クバールの封印チェックしに行ったり北側まで足伸ばしたり晩年までフットワーク軽くいろんなところ行ってるな。どこにいようが暴れようもんなら間違いなく狩られちゃうし、そりゃ魔族もビビって引きこもりますわ。エイラ遊星見に行くときも老いぼれパーティーでしれっとでっかい魔獣ぶちのめしてたしな。じじいヒンメル強すぎるな。そりゃウラちゃんもヒンメル死ぬまで出てこないわ。魔物倒してるってよりジジイなのに石碑まで一人旅してきてるところもさすがだよね。相変わらず手ぶらで旅してるよな。南の勇者からもヒンメル勇者一行からも生き延びた大魔族アウラ。南の勇者もヒンメルももういないじゃないと思ったのに。まさかこの私がやられるなんて。威厳あるムキムキジイとかでもなく、小柄な可愛いじいちゃんが無双してたのかなと思うと、ヒンメルじいの冒険も見てみたくなる。じいヒンメルは別に一人で旅してる理由なんかあるんだろうな。ヒンメルが各地回ってたの、フリーレンに再会できるんじゃないかという希望もあったりしたら切ないな。預かり物してるから長くは家を開けられないし、帰ってくるたびにフリーレンが来なかったか確認してたりして、フリーレン白状とか言われちゃうのも仕方ない。本当にギリギリ死ぬ前にフリーレンと再会できてよかったな。でも、最後に女神の石碑に行った時はさすがに数ヶ月くらいは留守したんじゃない？かなり遠いだろうしね。フリーレンを返すために世界中を回ってたと思うと悲しいよな。もう一巻を見れないよ。過去編スタートがヒンメルの死から31年前、戦士の回想によるとヒンメルの再訪は30年以上前。少なくともエイラ遊星より後の出来事？その頃のアイゼンはもう斧を震えなくなっていたのに、ローヒンメルはソロで北部高原で剣を震える力を持っていたことになるな。多分、ヒンメルの葬儀にフリーレンがいる以上は遊星軍の直後にフリーレンが旅立つ間もなく死亡だと思うから、ヒンメルの死の直前にようやく解読が完成して石碑に刻んだ直後にフリーレンが訪れたんだろう。最後にはフリーレンがヒンメルの思っていた通りに本当に会いに来てくれたというのが泣けるわ。ヒンメルがけなげすぎてな。古い漫画なら男と女逆だったな。男勇者に待たされる女みたいな。ヒンメルはフリーレンの全てを受け入れすぎちゃってるな。それはそうとして魔法解明までにかなり時間かかったんだな。これは泣ける。ヒンメル剣客やな。一人でここまで来るのか毎回余韻のある幕引きでいいな。そこも含めていいって思うんなら仕方がないな。フリーレンは無自覚かもしれないけど、ヒンメルのハートをゲットしたのは、やっぱりお花畑の魔法が決め手なんだから。フラン目はつくづく面倒見いいお母ちゃん。オレオルンヌンの話もいずれ誰かを好きになるという感情に気づき始めて、そしてその誰かはエルフのフリーレンよりも先に行くだろうと考えていたなら、コミュ力の方も大天才。また別の石碑に触れば過去に戻ってヒンメルたちと会えるんだよね。おそらく過去のフリーレンが触ってる必要があるから無理じゃない？ヒンメルの話は切なくなる一方でかわいそうすぎる。ヒンメルの思いが叶えられる日は来るのかって、もうヒンメル死んじゃってるし。希代の英雄ヒンメルの一生を狂わせたフリーレンは希代の悪女だ。人とは生きる時間が全く違う。フリーレンにとって余命1ヶ月の患者にプロポーズされるようなもんだから仕方ない部分も多いけどな。30年の放置だって下手に会ってしまうよりも見切りをつけさせて、いい人見つけてねっていう思いだったのかもしれんし。ファーストコンタクトでお姉さんエルフの絶対領域ガンミが一生を狂わせた。現在レンのタイプ足だったら歴史は変わっていたかもしれない。ヒンメルは幸せだったと思いますよ。これ未来フリーレンの、望んでも叶わない夢、もヒンメルとの結婚でいいんかね。それなら一生かければ自分の死後には愛が届くと確信持ったヒンメル頑張るわな。フリーレン、本当に罪な女だな。
フリーレンはヒンメルのことを知りたいって願いだけでないかな。それとヒンメルの母上とが入り混じってああなったんではないかと。出会って数年のシュタルクのことはよく理解してるし、ヒンメルが死んでから大きく変わって今まで気づいてなかったことにも気づくようになったんだよな。フェルント日の出を見るとことかね。ヒンメルをちびはげ老人にしたせいで感情移入しにくい。ヒンメルが南の勇者みたいな壮年のイケオジになっていればな。ヒンメルばっかり知人だと言われるが伝剣も知人でるからな。他にも知人だと思わしきやつ何人かいるし。あの世界の人間には年取ると縮む人種が存在する。っていうか、現実でも年を取れば多かれ少なかれ背が縮むぞ。加齢で背骨が曲がったり、骨が圧迫されて潰れるからな。若い戦士がヒンメルにタメ口なのがちょっと違和感を感じたけど、それだけの時が過ぎたってことを表してるんだろうな。試験の面接でフェルン以外の受験生がみんなゼイリエにタメ口だったろ。確かに、カンネですらゼイリエにタメ口だったな。そういう世界観なのか。フリーレン側の50年も書いてくれないかな。でも中央諸国しか回ってなかったみたいだしもう範囲外か。1ページ半も使ってダイジェストやったじゃん。でもその間に飛行魔法ゲットしてゾルトラークの研究もしてたんでしょ。もうちょっと詳しくやってほしい。よくわからんが魔王城って帝国領に、なんか未開の地にあるもんと思っていたけど、どこにあるの？魔王城は帝国よりさらに北方の辺境にある。この世界は北に行くほど危険度が高いってわけでもないのかな。北に行くと人間側も強いので、魔族は弱いとこ狙ってなんかしてる。そういうことか。っていうか、ヒンメルがフリーレンに初めて出会ったとき、フリーレンに惚れてしまっても仕方がないと思うな。初めて会ったときのフリーレンマジでミニスカで足出してて可愛いからな。あれで花畑魔法使われてるから一目惚れしちゃうよそりゃ。俺もヒンメルなら惚れてたわ。この漫画の面白さの一端だよな過去回想。多分パーティー解散後はヒンメル、アイゼン、ハイターの3人で大陸中駆け回ってたのは想像できるにして、大魔族2人相手でも勝っちゃいそうな強さのヒンメルは伊達じゃない。ヒンメルたちの、文字通りに化け物じみた強さが表現されるたびに、間接的に老化が爆増していく、南の勇者、様。誰しもが、あ、こいつかませやろ、次の子までやられて助け求めてそう、とか思いそうな見た目と言動なのに、しっかり、人類最強。ヒンメル&フリーレンも、ハイターの時間稼ぎとかぼや支援がなければ幻影からのコンボでやられてたのだけど、南の勇者は、8人を同時に相手、味方支援なし。意味がわからない強さ、魔族の感想。フリーレン、白杖と言い捨てるのは簡単だけど、あれだけ長いこと生きてれば杖が薄くなるのは当たり前なんよね。それはいわゆる白杖ではなく、単に杖が薄い。だからこそ今のフリーレンが少しずつ杖に熱くなっていくのが心にくるよね。ヒンメル生涯独身なのはまだわかるが、弟子とかも取らんかったんか？ナルシストだし、勇者ヒンメル真剣、とか剣術広めてそうなタイプなのに。弟子とか出てきたら面白いかもな。魔王を倒して平和な時代が来たんだから次世代にはその時代にふさわしい生き方をしてほしい。だから弟子は取らないし剣術も広めないとか言いそうじゃね。あのイケメン。確かに、あのイケメンならいいかねない。老衰間際でも獣道をのじく繰り返しながら数日歩いて生き返りできるのがあの世界の人類だから。漫画によく出てくる強いジーか。ヒンメルとフリーレン、実はおねしょたなの草。よくフリーレンがもっとアタックして結婚してヒンメルとフリーレンの間にハーフエルフが生まれてれば。っていう人もおったけど大抵のファンタジーにありがちな根血とかがこの世界におけるハーフエルフの扱いがわからん。魔法が綺麗だと思った。ってのも実はフリーレンに対しての言葉だったりしてな。月が綺麗ですねと同じようにか。子供の頃に惚れてたなら危険な旅に意中の人連れ出すのは違和感。接点すらなかったから接点持ちたかったのかもしれん。この世界は女性も強いし、エルフはさらに強いっていう認識があるかもしれない。ハゲメルの顔をよく見るとちゃんとヒンメルの面影があるのいいよね。チジモウがハゲようがやっぱりヒンメルなんだ。ハゲたヒンメルもかっこいいわね。出るたびに評価を上げ続ける男。
じいさんになっても強いならそら確実に死んでからじゃないと暴れられないね、アウラ。作風で意識できてなかったけどかなり RPG ライクな世界だな。ダンジョンあって宝箱あって魔物が強い地域でも町や村が普通にあるしね。ヒンメルは50年の間にフリーレン探しに行かなかったの？確かに、怪物スペックだし爆走したら1ヶ月以内くらいには探し出せそう。現実でも世界のどこ行ったかわからない人を探すのは、海も山も走れる超性能バイクがあったとしても無理だろ。男女逆ならクズって言われてると思う。ヒンメル、ハイターと比較して見た目老いぼれすぎでは。それはハイターがおかしいんや。そういえば、最新の研究によると1000年前に魔王を倒したとされる勇者ヒンメルは実在しない架空の存在っていうのが定説らしいよ。それでも君の言葉も願いも勇気も今も確かに私の中で生きている。現実風に言うと、安倍の生命、921から1005、闇なもとの頼光、948から1021、が実在の人間じゃないみたいな話か。ヒンメルは勇者の剣を抜けなかった偽物とか言われてるよね。逆にあの剣がヒンメルの剣扱いになってそう。最新の研究として世間に出回るのは基本的に研究費を目的とした主流への逆張りなんだよな。物から記憶を読み取る魔法で実在と功績は事実なのは大陸魔法協会が証明しているよ。ゼイリエ、何言ってんだこいつら。至るところに銅像あるのに。石に刻まれたもの以外は1000年以上経つとなくなるから伝説や神話になる。現実でもお札までなった聖徳太子も実在しないらしいし。それはあくまで、聖徳太子、なんて呼び方はその時代になかったというだけのことであってだね。名前が違うだけで実在はしてるんだよな。これは人間に化けた魔族による歴史改ざん。七宝剣討伐の伝承とか後世の人が勝手に持って、持ったところがまたさらに五章で虚偽とされて、次第に全部が虚偽みたいにされていく。当事者が複数名生きているのに。千年経っても生きてるのはエルフくらいだし、エルフはエルフで積極的に訂正しようとしなさそうだからしょうがないかも。当事者たちが生きていてもたった30年足らずで、ヒンメルは勇者の剣を抜いて魔王を倒した。って歴史を変えられてしまってるからな。千年後じゃどうなってるかわからない。千年間、君臨し続けた魔王を倒した者が抜けなかった政権とか正直偽物でいいからな。本物はヒンメルが持ってたやつなんだよ。まあ普通に考えてどうか10枚だけの軍資金で魔王討伐とか絶対無理だわな。南の勇者の方が存在を疑うレベルなんだよな。100年後くらいでも仮にクイズがあったとしたら、魔王との戦争時人類最強と呼ばれた勇者の名は？ってヒンメル民が続出しそう。ゼイリエ焼いたぞ。ちょうど1000年の出禁が明けてそろそろフリーレンが顔を出すだろうから話を聞いてみるといい。フリーレン、あっても多分小言を言われるし、あと200年くらい後でもいいか。まあでもクラフトのこと考えると、そうなってもおかしくないのかねえ。南の勇者が七宝剣を一度に8人相手にして4人倒したって笑える。いろいろおかしすぎる。複数人の成果が一人にまとめられるってのは定番だよな。穏やかな日常をこの地に残して時の流れは無情に人を忘れさせる。そこに生きた奇跡も錆びついていくから仕方ないね。現代の映像機器みたいな正確に伝える媒体がないと難しいから仕方ないね。勇者の剣が抜かれずに存在していることがヒンメルという人間が存在しなかった何よりの証拠である。ヒンメル以外はいたことにしていいのか。バケモンみたいな僧侶とバケモンみたいな戦士がいるのにバケモンみたいな勇者を否定する材料でも出てきたんか？勇者の剣がいつから刺さってるか知らんけど、さすが2000年経ったら朽ちてそう。アニメだと割とボロになってたけど。世界を救った英雄にしては子孫を残したという記録もないことも架空説に拍車をかける。厄介なのはゼイリエもフリーレンもこういうのは別に積極的に否定はしなさそうなんだよな。そういうものだって受け入れる感性のある種族だからね。作中でフリーレンが覚えられてないからまあそんなもんだよな。エルフが絶滅に瀕してなければな。エルフのじい様に聞いてみようぜ。ヒンメルいた？いたよ、いたってー、で済むのに。
仕事作りに歴史に難癖つけて、根拠作りに奔走する学者。教会の記録にハイターは残ってるだろうから、ヒンメルは教会が捏造した英雄説。せめて新聞社さえ発足して力持てばなぁ。現実だと約200年前の新聞が紙面とデータ両方残ってるので。実際クラフトが忘れられてるからヒンメルもそうなるだろうね。まあ忘れられてるって言っても田舎村やそういうのに興味ないフリーレンたちだったからで、しっかりとした考古学調べてる人たちなら知ってるかもしれん。現在では根拠の明らかでない事実は全てデタラメというのが定説。大陸魔法協会という現在活動中の国際機関の現職会長が首相なのにおとぎ話の存在になってしまっているフランメ。ゼイリエの弟子となった一級魔法使いの間には広まってるだろうけど、やはり一人当事者がいる程度では世間には認知されないか。フリーレン世界のウィキペディアで南の勇者とセットで実在については意見が分かれているって書かれてるやつ。歴史研究の対象になる頃には実在のヒンメルとは似ても似つかない扱いになってる可能性も高い。それこそ勇者の剣絡みみたいにか。偉人は振り返った時代の鏡ってやつだな。成功者はその時の成功者のモデルに当てはめられがちだよね。弘法大師のように世界各地に残るヒンメルの逸話を合わせるとすごいことになりそう。仲間のスカートをめくった子供の将来を心配して、魔王討伐後は毎年様子を見に行っていたらしいぞ。その言い方だと子供の頃から性に並々ならない興味を持ってた丸ガキが性犯罪者にならないよう監視してたように聞こえるんだけど。しかしその子供はヒンメルのことを生涯にわたり尊敬していたと伝えられている。己の人生を救われた恩を感じていたのは間違いないだろう。2000年くらいなら言い伝えが何個か残って、そっから実際に実在していて魔王を倒したことくらいは推測できそうな気がする。ヒンメルが魔王を倒したってことは全土に伝わってるっぽいし、寄り道大好きの目立ちたがり屋でいろんなところで様々な言い伝えがあるだろうからね。学者、時折文献に登場する、人類最強の勇者、人類最強なんやし、ヒンメルのことを指してるな、よし。実際問題魔王討伐時のヒンメルが南の勇者超えてないかと言われればわからんしな。学者、七宝剣の半分と相打ちしたはずなのにその後魔王を倒してる？学者、矛盾している、どういうこっちゃ。七宝剣全員を引き連れた魔王と戦ったということだな。私の地元の伝承ですが、南の勇者と呼ばれたヒンメルと別の勇者が討ち取ったとされています。現存する銅像も勇者ヒンメルとは似ても似つかない外見ですし、現にヒンメル以外にも勇者と呼ばれた戦士の伝承は各地にあります。千年前のことだから10年単位で誤差があってもおかしくはないな、よし。そしてちょくちょく変わる教科書の歴史の年号。確かに地味に南の勇者との混同きついよな。最近言われてるのは勇者ヒンメルとは魔王軍という共通の脅威が消滅した後も、人類を団結させるための英雄のシンボルとして祭り上げられた人物であり、活躍の大半が創作という説だね。ただ勇者ヒンメルについての歴史資料は国家の正式な記録から民間人の日記まで広範に及び創作する方がかえって現実的ではないと反対意見も多いよ。最近は、後世に功績を盛られたかもしれないけど少なくともモデルになった人物は実在した、っていうのが主流な説だよ確か。いくら計算してもアウラ討伐とヒンメル没年月日の時期が合わないで学者が頭を悩めてそう。勇者一行の魔法使いが討伐した、みたいな記述があったら余計に悩みそう。ヒンメルの剣が勇者の剣ということに、もう朽ちて残ってないだろうな。どこかの蛮族の勇者に逃げられてた聖剣は1万年保ったらしいのに、やっぱヒンメルを勇者と見抜けないような剣はダメだね。というかあれどうやったら抜けるんだ。クラフトも世界救ったことあるみたいだし、魔王よりもっともっと脅威となる生き物がいつか生まれるのかね。その前に聖剣が朽ちそう。そもそもヒンメルの剣は本人の棺に一緒に入ってるから墓は暴かないと確認できないんだよな。指摘されてるけど七宝剣絡みの時系列で混乱しそう。ヒンメル一行がやったことになるんだろうけど。
残党が二人没後に死んで過半数は直接関わりないソロプレイヤーが撃破してるんだよな。なんならもしもグラオザームが実は生きていたら後世ではさらに混乱の元になるかもしれない。そもそも魔族とかいうのが架空の生物だし。骨も服も武器も残らないからな。もしも魔族が絶滅したら、後世では、魔族とは人間で、滅ぼされた先住民族のこと、という説が有力になりそう。一般攻撃魔法の創始者であるクバールさんなんて、勇者によって石像が建てられて定期的に詣でられてたけど、とある魔術師によって壊されたらしい。マジかよ。ババア最低だな。一回目だよ。まだお迎えが来ないのか。作中からたかだか千年程度ではね。いややっぱエルフの寿命だけおかしいな。先住民族滅ぼしたヒンメル最低だとかいう評価が出てくるぞ。コロンブス実は最低とか言われてるみたいに。エルフを飼ってたとか、甲状腺の時に病原菌まみれの動物を突っ込ませたり。クラフトの異様忘れられてるっぽいし、ヒンメルもどうせ忘れられるぞ。永遠の眠りについても穏やかな日常を残して、勝ち取った平和の証はフリーレンを一人にさせないからヒンメルは本気で満足してそう。クラフトはヒンメルみたいに業績残そうとせっせと活動してなかったからな。ヒンメルは忘れられないように努力したからクラフトと一緒の道をたどるとは限らないよ。その努力が100年程度で忘れられて銅像が放置されてたしな。あの老婆が亡くなったら完全に忘れられると思う。千年後に魔族の聖水がどうなってるかにもよりそう。絶滅してれば、魔族という存在そのものが、現代の鬼や妖怪みたいな感覚になってる可能性もあるのか。孤児院から出てきたヒンメルは、三人のお供を連れて魔王城へ魔族退治に出かけました、みたいな昔話になってたり。千年後に魔族が絶滅してるならシュラハトが敗戦処理に命かける意味なくね。千年後の魔族が人類と共生してるのか住み分けに成功して生き延びるのかはわからないけど、双方の歴史で魔王という存在が大きすぎるから歴史の転換点に大きく関わった人物としてヒンメルの名は確実に残る。正しい情報が残るかどうかはフリーレンの頑張り次第ってところか。これも千年後の魔族のため。魔族とは、実は北方に住んでいた先住民族で、それを討伐したヒンメルは侵略者である、前期様、よし、この未来でいいか、南、まあ、ヒンメルも本望だろうし OK。逆に女体化されてめっちゃ認知広まってるかも。広告、今なら SSR 勇者ヒンメルがゲット。あいつらヒンメルを女にしやがった。どこかで見た構図だな。勇者パーティー全員女体化されて、フリーレンもムチムチボディで丸衣装着せられてそう。ビキニアーマーのアイゼンが見られるのか。ごくり。ヒンメルは羊が微妙だから実は丸々の子孫でみたいな盛られ方されそう。むしろヒンメルの子孫を名乗る貴族や王族が出てくる。ヒンメルマルテイ論って純血信仰説が濃厚だしな。ヒンメルはマルテイのまま子供を授かった？宮本武蔵の息子のイオリは養子だぞ。あり得ることだ。おとぎ話じゃない。僕たちは確かに実在したんだ。別作品で申し訳ないんだけど、エメトセルクっぽい。ヒンメルの弟の墓が青森にあるよ。青森には都会以外なんでもあるよね。逆張りのコマッシャくれた専門家が、各地に残ってる伝承を検証すると、荒唐無稽なものばかりで当時の魔法体系を考えると不自然なほど剣術のみで強かったと言われるものばかりだった。当時の王国がルフしたプロパガンダの可能性が高い、とか結論付けそうではある。全部事実だがね。ヒンメルは二人いて、二代目ヒンメルは初代ヒンメルとフリーレンとの間の息子、というヨタ話が作られたりして。千年どころか百年で人間ヒンメルの原型すらとどめちゃいないだろうな。すでに作中で勇者の剣を抜いたことになってるし、現実でもフリーレンがクソボケだからヒンメルの思いが伝わらなかったけどフリーレンを縛りたくなかったから思いを告げなかったとか多くの読者に美化されてるしね。魔王とは戦う勇気はあっても好きな女に告白する勇気はなかったとか実に芸術的な人間臭い男なのにな。勇者が最後七宝剣含む八人と相打ちしたって言い伝えがあると魔王を含む八人と混同されてそう。
あちこちの街中に銅像があるからヒンメルは架空の存在扱いされないと思う。現代の映像機器みたいな正確に伝える媒体がないと難しいだろうな。そういう媒体があってもねって思わず笑ってしまった。所詮人間は信じることか信じさせたいことしか取り上げんよ。映像記録があってもアポロ月到着を否定する人はいるしの。丸々年後に誰々は実は架空の人物だってケース決め。あなたたち青浦教授、ヒンメルはいないじゃない。素人質問で恐縮ですが、ゾルトラーク打ちますよ。聖徳太子架空説とか否定された主張まだ信じてるやついんのか、驚愕。歴史好きとかでないとバラエティの宣伝で面白おかしく誇張したネタを一回聞いてそのまま修正されないとかもザラだからな。ちゃんとしたことは耳に入っても知識としては残らないんだ。銅像や冒険譚があるからヒンメルという魔王を倒した勇者がいたのは疑問視されないだろう。剣の里でフリーレンが言ってたように美化されすぎてヒンメルの原型がなくなってそうだけどね。これ、銅像がそこかしこに残ってなかったらフリーレンは本当に自分しかヒンメルを覚えてなくて辛い目に遭ってただろうな。え？魔王を倒したのは南の勇士ゴリラでしょ？そういう人が出てきてもおかしくないね。銅像が全くないのに、千年先まで名前が残っているフランメはすごいんだな。アウラ編の街みたいに現役のフランメ星結界があちこちにあって人々を守ってるんだろうね。最新の研究で、勇者ヒンメルは、頭のハゲたヒゲ面のチビだった、ということが判明しました。そこから、私は、勇者ヒンメルはドワーフ族だった、と推察します。あちこちにある銅像？ああ、あれは当時の人たちが、勇者とはこういう人間であるべき、という願望でデフォルメした架空の姿だと思われますとか言われそう。この場合、アイゼン像もあるから、アイゼン像がヒンメルだったんだ。にならないか？そして、勇者ヒンメル像と思ってたのが、戦士アイゼン説になるのか。もしくは、南の勇者像は晩年のヒンメルを想像して作られたとか、クラフトとアゴヒケの像は、ハイターとフリーレンとか陳説も出てきそう。二次創作、三次創作めっちゃ作られそう。このヒンメルの伝承に出てくるアイゼンなんて無茶苦茶だぜ。空の彼方から落ちても無傷、毒矢を何本も食らっても平気、あはは、ありえねえ。その弟子のシュタルクって人間も、魔族に斧で胴を切りつけられたけど無傷だったんだと。リアリティなさすぎ。どんだけ腹筋硬いんだよ。まあ、昔話ってそんなもんだよ。凄さを伝えるために大げさに話を盛るのが重なってとんでもない話になるのさ。各地のヒンメル像って表から見えない部分に、あれこれ口うるさい依頼者だったって職人の落首があるって有名だよな。銅像の内側にありそう。今の時代でイルフって本当にいたんだみたいな反応されるから千年後にはもうね。勇者パーティーにエルフがいたって残っててもエルフなんて架空の種族でしょ。勇者の逸話も全部盛られてるよみたいになってそう。ドラクエ7をやってるとこういう想像ばっかりしちゃう。あれはフリーレンの感覚を疑似体験してるみたいな作品よね。デブレサックみたいに都合よく加工改変するところもあれば砂漠の民みたいに律儀に現代まで伝えてるところもあるし、それはわからんよ。勇者ヒンメルは美男子なのに生涯独身を通した、幼馴染みでもある聖者ハイターと相思相愛の中だったからだ。名推理。新廃派と廃品派の地獄のような争いが始まるのか。ミリアルで、そういえば魔王は諸国の連合軍によって倒されたって刻んでおいた石碑、もう発見されたかしら？魔王、滅ぼさなきゃ。昔七宝剣とかいうめっちゃ強い魔族と魔王の片腕合わせて8人と同時に戦って半分を討ち取った勇者がいたらしいぞ。嘘だろ、そんなやついねえよ。いたとしてもそいつ人間じゃねえよ。どうせ弱い方から半分だろ、みたいな感じになるんだろうか。複数の勇者パーティーの活躍を一つにまとめたのが南の勇者伝承だ、みたいな扱いになりそう。勇者ヒンメル一行が魔王と幹部数人を倒したのは信じられるだろうけど、南の勇者の半数同時撃破は一人でやれることではないので、フリーレンとかが実在を証明しても信じない人は絶対にいる。
そもそも歴史上に現れてヒンメル伝説を語ったフリーレンがほとんど偽物だったのが確定してるからな。ひろゆき、ヒンメルの伝説を信じてる人、全員バカです。やっぱ強かったんだな。ヒンメル普通に魔物殺してて吹いた。何かよくわからん魔物殺してて草。まあ、それも含めていいんだけどね。ベタボレだな、ほんと。剣持ってるおじいちゃんヒンメルかっこよすぎる。さらっと中央諸国から北側諸国最北付近まであの都市で往復してる。てっきり魔王討伐後にハイターアイゼンと3人旅をしたものだと思ってたけど、確かにそれだと優勢軍の時の感動が少し薄れるかな。老体一つで北側諸国まで来たのか、末恐ろしいな。もうとっくに末だよ。まったく、老人を酷使しおって、とか言っておきながら、寿命で死ぬ数年前に北部まで行って石碑刻んで歩いて帰ってる。フリーレンとの約束を果たしてもう会えないかもなと思ってるところに向こうも約束のために会いに来てくれたとか、そら満足して死ぬよ。こんなに時間がかかったんだな。ジジイメル普通に強いのほんまくさ。小山族がヒンメル死ぬまで動かないのも納得だ。ヒンメルが銅像を作るとき自分たちはおとぎ話じゃなく本当に実在したんだみたいなこと言ってたけど、最新話で物語の人物みたいに扱われてるの見ると切なく感じるね。グラオザームの話はなかったな。やっぱどっかで生きてそう。最後にしっかり会いに来てくれたんだもん。だから1話でありがとうフリーレンだったわけですね。ヒンメル一途というレベルじゃないな。もうフリーレンは自分のこと忘れてるかもしれないと思いつつも50年近く調べ物して死ぬ直前にガキに来たのか。そしてフリーレンがヒンメルを知っておくべきだったと後悔したことも知らないんだよね。ヒンメル本人は会いに来てくれたから満足したんだろうけど、こやーって話すべきだって仲間たちも思うわ。一級魔法使いが必要な関所超えちゃったけど、ザインとの合流はしないのかな。このじいさん北部で一人旅できる強さがまだあるのか、困惑。やっぱりグラオザーム倒せてないじゃないですか、やだーって思ったけど、フリーレンが、まずい、この魔法は、って言ってるから、あの後リベンジマッチしたんだろうな。リベンジ戦も含めてもコロコロ姿を変えるや本来の姿が謎とか本気の戦闘とか色々設定出してきたから現代軸で生き残ってそうなんだよな。生存の秘訣とか諸前振りに見えるしね。じいさんヒンメルが見回りしてた話見て、とは言っても年老いてるし現役の頃の意向を使って魔族ビビらせてるくらいだろうなと思ってたが、死ぬ寸前までクソ強かったんだろうな。フリーレンからのヒンメルの感情に恋愛があるかどうかはまだよくわからんけど、さすがにヒンメルが自分のこと好きだったってのは気づいたんかな。当時のフリーレンは気づいてなさそう。死の間際に剣がボロボロだったのはついさっきまで旅してたからなんだな。このおじいちゃん天寿間近だよね。なんで剣振るって魔物倒してんの子は。だってお前、ヒンメルだぞ。アイゼン、もう剣を振れる年じゃないんだ。これもあの頃のようにって枕言葉がつきそうだな。やっぱりヒンメルが死ぬまで待っていて正解だったじゃない。うん、小屋隠れて正解だわ。ジジイメル戦う時はヨーダみたいに俊敏に動き回りそう。生まれる前の物語の中の存在だったとしても勇者様として敬意を払う一般通過戦士好き。勇者パーティの七宝剣倒した数ただでさえ二人で少ないのに、そこの人数減らしてかぶさげるようなことしないと思う。やっぱ生きてたのに倒したって発表したってなったら人類側にも危険だしね。フリーレンのこと白状だと言った後に、だがそれがいい、とか言ってるヒンメルはさ、これは生涯独身貫きますわ。ヒンメルを見つえ。グラオザームに関してはハイターには呪いが通用しないし、ヒンメルは攻略法を知ってるし、アイゼンも真似できるだろうし、で意外と次に会ったら余裕で殺せそうではある。グラオザームの反応的にあれは本気ではないでしょう。結局石碑が壊れてた理由がわからなかったな。女神が残した時からあるなら80年で経年劣化はおかしいと思ったんだが、多分だけど石碑の下半分が過去に行くような力があって、上半分の力は機関用で、フリーレンの機関で力を全て使った結果、上の部分はただの石になって風化したとかじゃないかな。通りすがりの戦士のおじいさんもしかしてブの神髄の人？
未来フリーレンがグラオザームの魔法の内容を知ってたし、描写されてないだけで魔王様と戦うまでのどっかで再戦して討ち取った感じかな。一応ハイターにもおそらく資格5人は聞いてたから、リベンジした時にそれで倒されたとごまかして逃げた可能性はあるが、でもヒンメルたちの偉業減るの嫌だから倒せててほしいな。1話のヒンメルマジで嬉しかったんだろうなってだいぶ悲しくなった。てか白状だよねとか言いながらそこがいいとか言っちゃうあたりだいぶ重傷だよこの勇者。ヒンメルたちとの時間を過ごして戻ってきた直後にヒンメルの思いを人捨てで聞くことになったフリーレン。表には出さないだけで相当心に響いてただろうな。フリーレン大好きなこと、フリーレン以外にバレバレだったのでは。多分魔王にもカンパされたに違いないよ。ヒンメルはフリーレン好きなこと多分隠してないと思うのよ。ソリテールやグラオザームも気づいてそう。ヒンメルの手帳譲ってくれた船乗りといい、こっちの思い出を大事にしてくれる人たちいいよね。扉絵めちゃくちゃ良かったな。フリーレンにとってもただヒンメルの隣にいることが幸せだったんだろうなって思った。はっきりと自覚することはできなかったけど、思い出が色あせることはないんだろうね。あと好きあらばイチャつくハイターとアイゼンで草。なんで私にこの話をしたのとか聞いてるの本気でございますかってなった。どう考えてもあなたが知るべきことでしょ。まだ本人の中での自覚とかヒンメルの気持ちとかには気づいてないのかもしれないと思った。目を背けてるって可能性もあるのかもしれないけどね。アニメの指輪探してる時のセリフのニュアンス的になんか自己防衛でクソボケエルフやってる感じあるんだよなフリーレン。今回の件のこととかももろもろ真正面から受け止めて消化しようとすると絶対許容量超えるだろうしな。それに指輪の時も今回もフェルンとシタルクがいるから保護者として感情が決壊しないようにしてるってのもあるのかもしれない。ヒンメルもアイゼンもあれでおそらく全盛期には遠く及ばないんだもんな。少なくとも倒せてない可能性が残ってる大魔族を倒したとして未来に伝えることはしないと思うんだよなヒンメルは。認識を書き換えられてるかもしれない。グラオザームのスタンスからしても、魔王と勇者が死んだのなら自分から表に姿も出さないだろうし、まだ役目があるのかもしれん。衰えたとはいえヒンメルに立ち向かってくる魔物が生息する土地を単独活動できるこの人も名もなき強者なんだろうな。人間とエルフの時間感覚が違いすぎただけで、フリーレンも忘れはしなかったんだよな。つえよ。老人になったからって普通の枠に収められる器じゃなかったわ。今回でソロでも全然やれんじゃんってくらい強いのがわかった。1話で遊星軍見に行くときにパーティーででかい魔物と戦ってるシーンあるし、老人でも全く戦えないわけないとは思ってたけどね。やっぱすげえよ勇者は。エルフの時間感覚が全部悪いから畜生。正直現在に戻ってきたら10年くらい経ってる可能性も考えてたからちょっと安心した。そりゃあ裏もずっと引きこもったわ。未来フリーレンがグラオザームの魔法食らう前から知ってたり、倒した認識をしてるってことはグラオザームと再戦はしてるんだよね。その上で認識誤認させて生きてる可能性もなくもないけど。久々に、ジジメル見れてやったー。って思ったのもつかの間、いや、強って変な笑いが出たわ。フリーレンの扱いがほぼ猫だよね。釣れないところも可愛いとか。グラオザームはシュラハトに積極的に協力している上に、南の勇者戦の真相を確実に知っている立場だろうし、何よりも未来の情報を直接入手しているから現代でも生き残ってそう。つうか帝国って魔法の一般解放にフランメが関わった国だよね。ヒンフリは一旦やりきったから次からはフランメ階層多めになんのかね。フリーレン、他人から見れば薄情に感じるんだな。俺たちも散々クソボケエルフだの恋愛学一生赤点だの言ってるから作中の評価もまあそんなもんやろみたいなとこある。田舎だとオートとかと違って、ヒンメルは生きている間から物語の人物扱いみたいになってたみたいだな。良い話を伝えてくれて、ヒンメルの道案内もありがとう戦士の人。名前くらい名乗っても良いのよ。フリーレンさん、あんな体験をしつつ思ったより平然とした態度ですね。フェルンシタルクの前だからか。次回、帝国領で魔王討伐を祝うお祭りの夜です。とのことだが、勇者一行話なのか新たな敵が出るのか楽しみやね。地味に来週から帝国編か。
最強の国なわけだし、馬鹿強魔法使いが次々現れそうだ。でもやっぱり、なんで普通に剣振るって魔物倒してるの？このウイボレ？いいだろ、勇者だぜ。伝説の剣、認めてないんだが。やっぱアニメフリーレンのこの見る目のないクソ剣目って反応正解ですわ。フリーレン、こんな剣なくても、成し遂げたヒンメルは本物の勇者。お前はヒンメルが死んでからイチャイチャすんな、遅いんぜ。勇気の印、墓の下へ行っても告白しないのはダメだよな。ヒンメルだから。ヒンメルはもういないじゃない。もう心からそう思って言ったんやろな。ヒンメルとハイターはもういない。アイゼンは戦士だし遅いから魔力比べで負けるわけない。フリーレンは魔力をしっかり確認すれば勝てるじゃない。まさったわ。この戦い、私の勝利じゃない。っていうか、マジで勇者パーティー相手だと勝ちの目ゼロだね。こや。幼少期の初戦闘ですらナイフだけで人より断然でかい魔物倒してる男だし。しかも、30年前なんだよな。あとちょっとしたら葬式あげるやつの強さじゃねえ。あうら、私の判断が軽眼だったと分かってきたんじゃない。ヒンメルってあちこちで約束してるから晩年までずっと放浪してたのかもなって。第1話の、年を取った僕もなかなかイケメンだろう？のセリフに、ほんとそれね、としか返せないな。ずっと思いを寄せてた相手はあの人変わらぬ姿でいるのに、老いた自分を卑下することなくこれを返せるヒンメルは心底かっこいいナルシストだと思う。ただのバカだな。自分から行動できなかったツケなのに。うわぁ、あいたたた。しかも数十年越しの本人は一切記憶にない約束を達成して、ようやく会えた第一声が、老いぼれてる？なのに、恨み事一つ仕草にすら出さない。めちゃくちゃかっこいい。男ヒンメル、シーン、フリーレンに再会してのウレション。このイケメンが鈍感クソボケに惚れっぱなしだったせいで、他にヒンメルに思いを寄せてた老女衆が軒並み振られたという。ヒンメルの重さが積み重なるたびに、葬式の陰口に対して反感から同意に傾いていく。町のみんなが生まれた時からお世話になってた勇者様が一生のろけてるエルフが、恩人のこと50年放置してたと思ったら若い姿で死に際にだけ顔見せて全然悲しむ様子もない。こんなの町のみんなのお味噌破壊されちゃうよ。さっさと告白して結婚すればよかっただけでしょ。待つとか言ってるけどそれってダダの逃げでしかない。告白しても振られるだけよ。フリーレンはヒンメルをたった10年間一緒に旅しただけの相手でしかないとその時点では思い込んでたからね。実は心の中では千年変わらなかった大事な師匠より特別なポジションに収まってたわけだが自覚できてなかったよね。自分の感情に鈍感なのはどんどん大事な人に先立てたたれる長命種ゆえの自衛本能なのかもね。そもそも未来から来たフリーレンを見れば自分の思いが成就してないのはわかるし万が一告白が成功したら未来が変わりかねない。いや、むしろ、振られてないと思うよ。ことあるごとに、どうせすぐ死んじゃうでしょ。ってのは、明らかにフリーレンの自衛行動だと思う。そもそも人の知り合いフランメしかいなくて50年一緒にいたフランメを失って、その後ヒンメルたちと出会うまで人と接点持たなかったのがフリーレンだからね。どうせすぐ死んじゃう。ってのは同じ経験を何回もしたのではなく、フランメが死んだことがそこまで悲しすぎたっていうことじゃないかな。花束の魔法も思い出すから使わなかったっていうぐらい情の深いフリーレンに思いなんて伝えたら自分を失った後、どれだけ悲しむかヒンメルは想像ついたと思うよ。鏡レンへの指輪を送った時も自分が選んだわけじゃないのを言い訳にしたエゴなの自覚してた自嘲顔だし、未来との別れ際に顔を向けなかったのも、消えない傷を残したことをフリーレンに申し訳なく思った顔なんだろうな。発信側の喜怒哀楽ははっきりしつつ、受信はいまいちだからフリーレンの情緒って赤ちゃんとか幼児に近いんだと思う。外面だけじゃなくて内面も理解してるからこそ勢いでどうにかするんじゃなくて愛の情緒が育つのを待ってたんじゃないかな。今回でな、マジ精神的成長したフリーレンを見てしまったばっかりにそう思った。ヒンメルに憧れていた女子からしたら、憧れのお兄さんが仲間の女について楽しそうに話しているのを見て脳が壊れ、その女が全く愛に来ず葬式でも泣いてないのを見たら、脳がぐちゃぐちゃになりそう。あの人はあの娘のことを好きだったのに。
毎年聖夜祭とかに相当するイベントごとの度に家で一人寂しく過ごす羽目になってるヒンメル見て、陰で下唇噛んでたヒンメルガチ感謝勢が確実に複数人いそう。どうしてですかヒンメル様、あなたがいつも話をされているフリーレンという人は、全然会いに来ないじゃないですか。そんな人のために、あなたがこの先も家庭を持たず一人で生きていくのに私は耐えられません。私あなたのことが。そういう人をそうだな。そういう人たちも50年の中で失恋を受け入れて、ヒンメル死んだ時には結局ヒンメルに感謝しながら子供や孫を持つおばちゃんになっていたのに、そこに現れる眠そうな顔したフリーレン人間の寿命は短いね。フリーレン、罪な女だ。ヒンメルが住んでいた場所では結婚してとか言われまくったのを全部断ってきたんだろうな。フリーレンへのミサを立てるために。これを機に次の恋ではさっさと結婚するしかないね。もう30年くらい引きずってるんですか。たった30年。いいだろ。ミカサの3倍だぜ。大都市民は亡くなった時も慕ってたけど、辺境の方に行くとすでに過去の人になってるのも悲しいんだよな。写真とか、特別なスキルがある人でないと撮れないっぽいから、後世に残す記録ってなると文章しかない。勇者ってなると物語になっちゃうんだろうな。Y が王貞治さんとかに会えても、こんなリアクションになると思う。時代の流れは寂しいね。一郎さんを知らない子供たちも増えてきたから、時の流れは残酷やで。そしてその子供たちの中からまた英雄が生まれてくるんだね。楽しみだね。南の勇者がいた頃は魔族暴れてたよね。その頃は魔王様がまだいたじゃない。ヒンメルが死ぬまで魔族はおとなしくしてた。死ぬ直前までヒンメルが国中巡って魔族の抑止力になり続けてた。おとなしくできない奴はすべてヒンメルが狩り尽くした。だな。いろんな国を時折訪ねながら、やれやれ、老いぼれを酷使しおってとか言いながら、剣圧で魔物を一刀両断にしてたんやろうな。で、フリーレンの話をその時の人にして、ひどくないですか？ひどいよね。ってやりとりばっかしてたんだろうな。そして30年後その土地を訪れたフリーレンが時間差でダメージ食らってるっていう。自殺式の地雷設置しまくるのもひどくないですか。本日も無事に脳を焼かれました。ヒンメルが存命の時はまだ北部もそこまで危険ではなかったからな。魔族にとってはラスボスが徘徊してるようなもんだからね。アウラと同じく、魔族の活動が活発になったのはヒンメルの死後だって、ちゃんと作中で触れられてるよね。あのヒンメル様があんなに一途に思っていたのに、涙も流さず葬儀に出てる昔の仲間のエルフ、なんて白状なんざましょ。1話字読んだ時の僕、なんてこと言うんだ、ひどい。最新話読んだ時の僕、なんてこと言うんだ、フリーレンに自覚させてくれてありがとう。ただの呪いでしかないな。グラオザームは現代まで生きてないんじゃないかな。とうととリバジーで十分というか、もろもろの布石は回収するだろうけどそれが過去回想ってのがあり得ると思う。万全の対策した本気グラオザームをそれでも勇者パーティーが上回ったって話をどっかでやりそう。仮に生きていたら逆にあと数十年、数百年は姿を隠してそうだしね。単にフリーレンを倒したいだけならわざわざ死の偽装までする必要がないと思うしね。そうなるとフェルンやシュタルクが生きている間は遭遇しないから作中では触れないだろうし、メタなこと言えば生かしておく理由がなくなってしまう。というかその二人の名が初めて上がった時にグラオザームの名が出てない時点でもう倒してるよね。それは世間やフリーレンの認識ではずっとそう。ここで言われてるのはお得意の現術で欺瞞情報を流している説。現在フリーレンは勇者ヒンメルは幻影ごときに負けなかったと言い切ってるし個人的には幻影に惑わされることなく倒してると思いたいな。倒した、と思ってる、のがヒンメルとは限らんよ。限るよ、フリーレン本人がヒンメルパーテが七宝剣を二人倒したって明言してるんだから。私もちゃんと再戦して倒せてる派だな。収穫云々も次の世代の魔族のためだろうね。ひょっとしたら女神の魔法関連なのかも。あの神様いろいろと不穏すぎるし。時を超えイベントの記憶がないフリーレンが顔と魔法を知っていて幻影魔法の使い手であることを認知した上で倒した判定してるからね。魔王戦直前の幹部戦イベントでもやり遂げたんじゃないかな。収穫云々は、は？ねえよそんなもん。
ってやりとりだったんだと思う。同感、試験編でも全評判高かった連中はそのまま合格した作品だし、実は倒せてなかった、はやらない気がする。グラオザームの収穫は塔とか未登場の魔族が活用するんじゃないかな。グラオザームは肉体はヒンメルたちに滅ぼされたけど、精神魔法で精神だけ亡霊になって暗躍してる説を押す。精神魔法のプロだから精神だけ世界に残してゴーストになってるとかあり得るんじゃないかと思う。ハリポタのお辞儀みたいに、肉体をなくして幽霊になったから人間を直接殺したり食ったりはできないけど精神魔法だけは少しだけ使えるみたいな塩梅か。ヒンメルが生きているうちはおとなしくするしかないじゃない。魔族は魔族と交流できるんだよな。人間と分かり合えないだけで、人間とエルフ、エルフと魔族はどうなんだろう。人間とエルフは感覚的なズレはあるけど交流できてる。エルフと魔族ははっきりと敵対してるでしょ。普通に人間と魔族でも交流はできるよ。エルフの方が人間に近い分イカれ具合がやばい。確かに、まだ魔族はそういうものだと区別できるけど、エルフは人間とほぼ変わらないのにズレてるって一番問題か。魔族いなくなったら迫害待ったなしかも。でも、人間と魔族は普通に交流できてはいないと思うな。交流できてるよ。価値観ってか生き物として違うだけで交流はできると思う。マハトとかいう特殊な事例は、普通、ではないと思うけどな。アルビノのカラスがいるからって全てのカラスが白いわけじゃないのと一緒。会話して意思の疎通ができてるんだから交流できてるんじゃない。仲良し小良しだけが交流とは言わない。その上で価値観や認識が違いすぎるから争いになったり対立してるだけか。例えばあなたと私は意見が食い違ってるわけだけど、このやりとりは交流ではないの。最終的に相入れないのが分かりきってる上辺だけの言葉のやりとりが交流だと思ってるならそうなんじゃない。魔族と人間は会話や意思疎通の結果、価値観や認識が違いすぎて争いになるんじゃない。魔族が最初から捕食する目的で会話のようなことをしているだけ。マハトが例外なだけで他は交流なんかできてないよ。エルフとは人間の寿命まで一緒に生きていけるけど、魔族とはぶっ殺すか食われるかしかない。修練進化の話あったけど、人族は祖が同じ波じゃないかな。ルーツが同じなら分かり合えるけど魔族はルーツ違うみたいな。エルフにもしてもドワーフにしても人間と同じ人類という括りに入っている。魔族は魔王が修練進化、88は参照と言っているくらいなので全く別の生き物。魔族は倒すと消えるという、人類とは異なる身体ですからね。物理的な面でも交流することができないような異質な存在として描かれている作品だと思う。話変わるけどさ、ヒンメルって水戸黄門みたいだなって思ったよ。黄門様はお付きが強いのであって、本人は普通にじいちゃんなんよ。西村黄門様、二代目、は結構バトってた記憶。多分最強は里見黄門様やぞ。結構普通に杖で戦って襲いかかられても帰り討ちにしてからの、控えおろう、になってたし。最強は漫画水戸黄門の黄門様やぞ。てかやっぱり、フリーレン白状だよ。これ相手に生涯独身貫いた品面すげえよ。女神の加護なんでないのレベルの聖人じゃんね。白状も何もちゃんと伝えて付き合ったりとかしてたならともかく、そんなこともせずに相手が来るのを待ってただけなんだから自業自得。美談でもなんでもない。相手が感覚違うんだから自分が行動して数年後に追いかけるたりしなきゃならなかったのに。でもさ、今はもういない過去のヒンメルが未来人間の心を理解したフリーレンに向けて、大円筒で気持ちを伝えてたのがわかる構図だからいいんじゃん。壁ドン系ヒンメルなんか雰囲気ぶち壊しやね。見たくはあるけど、人体に害があるかもわからないのか区預けて一切様子を見にも来ないのは白状と言って差し支えないと思うが。これに関しては、ヒンメルが悪いとは思わないけど、フリーレンだけを責めるコメントに物申したい気持ちはわかる。二人が結ばれなかったのはどちらか一方だけが悪いわけじゃないじゃない。それでもフリーレンには、クソボケが、って言いたいじゃない。グラオザーム、まったくだ、せっかくあそこまでお膳立てしたってのに。普通にヒンメルがヘタレだっただけだぞ。ちゃんと付き合うための行動してないんだから。お前自身経験ないのによく言えるな。ヒンメルたちはフリーレンのために女神様の魔法を探して、フリーレンは旅をしつつ、
ゾルトラークを改良して、魔族を殺す魔法に昇華した。旅は終わっても勇者たちのパーティーは世界を守ってたんだね。生き残り大魔族の中でやっぱりバーレだけヒンメルが死ぬまで隠れてるのに違和感あんだよな。隠れてろって指示でもあったのかな。強者を求めて別の大陸まで遠出していても驚かない。リバーレも長寿のおじいちゃんだからな。ちょっとボケっとしてたら平気で80年ぐらい経ってたんじゃね。そんな、フリーレンじゃないんだから。超名士特有の時間感覚と自分の殺傷力の高さとかで、特に前世紀の人間とかとの戦闘は一期一会っていうのが刷り込まれてて同じ相手と2回戦打っていう発想がない説。死の間際まで剣を振るって魔族からも恐れられてたってマジで勇者なんだよ。死んで即アウラが動き始めたけど、そりゃ老人で衰えろうが勇者ヒンメルが生きてるうちは何もしたくないわ。私たち魔族よりヒンメルの方がよっぽど化け物じゃない。フリーレンの方が情を理解してない節あるので、魔族の方が分かり合えそう。魔族の方が分かり合える、と人間に思い込ませるのがうまいよね魔族は。エルフの方が分かり合えるようで少しずれてるのがひどい。魔族の方がはっきりしてるだけあって拒絶でいけるが、エルフは生地分かり合える感出てるからね。結婚とかしたら破綻する未来しか見えない。エルフがちょっと我慢すれば人は勝手に死ぬしね。魔王討伐後にハイターが解読しても40年ぐらいかかってるのか、それはそれとしてこの状態で一人旅できるぐらい強いってさ。クバールの村の麦わら帽子のスカートめくり老人とも愚痴ってたね。麦わら老、冷たいね。ヒンメル、冷たいよね。でも、この世界の人のエルフに対する距離感が不自然じゃない？一生に一度遭遇するかしないかというスーパーレアキャラなんだから、もっと驚けよ。水戸黄門が身分を隠さずに旅してるのに、なぜか誰も気にせず普通の人として対応される、みたいな感じか。行く先々で、おう、本物のエルフだ、とかいちいちやられても読者はだるいだけだろ。でも、所詮耳の先が尖ってるだけで、外観は人と大差ないんだぜ。むしろドワーフの方が人間と違うか。そのドワーフがうろうろしてる世界だと、数は少なくても一目を引かないんじゃないかな。別にあったからといって何かご利益があるわけでもないしな。一目見ておエルフだ、とはなっても騒ぐのは失礼かもとか思うし、せいぜい遠巻きに眺めるくらいじゃないか。でも今2023年から生きてる人がいたとしたら同じ人間でもいろいろ歴史とか聞きたいけどね。けど大小はあってもさ、10代の子が90代のじいちゃん見つけたからって昔のことを聞きたい。って聞きに行くか？行かないわ。100歳超えてるじいちゃんばあちゃんも十分レアだけど見たからって何もしない。村々にある女神像がエルフ耳で、聖典の挿絵もエルフ耳。現実では滅多に見ないが、宗教施設や出版物では割と身近な存在なんだと思う。現実でもウッドアイとか、アルビノの人とか珍しいけど存在は知ってるし、もし実際会うことになっても、心の中では驚いても初対面で大騒ぎするとか、ジロジロ見るとか失礼だからしないよ。よく考えたら、アウラ様ってかなり有能だと思うんだよね。南の勇者戦を5体満足で生き延びて、ヒンメル一行戦を5体満足で生き延びて、ヒンメルを警戒して没後まで活動を抑えて、結界を解除するために患者を送り込んでるもんね。これは有能。アウラ様はフリーレンが徹底的にメタキャラだっただけだから、軍勢を率いるとかスパイ工作を行うとか魔族にあるまじき攻め方するからな。倒しに送り込んだ者たちは手駒になっちゃうし脅威でしかねえわ。ヒンメルの強さが盛られるたびに相対的に株が上がるアウラ。迷宮大好き勇者ヒンメルの弊害。いやいくらなんでも全ての迷宮は踏破無理だろうが他の勇者パーティーもたくさんいただろうかな。この後に歴史院でフリーレンが受験者たちに、私は歴史上最も多くのダンジョンを攻略したパーティーの魔法使いだよ、とどやるまでがセットだね。わざわざ外れの道もコンプしてるからマジでダンジョン探索の必要性がなくなったんだよな。あとは人類の未踏破地域にダンジョンがどれくらい残っているかだな。それにしたってたまに発見される程度ならわざわざ長い時間と手間をかけてダンジョン用の魔法を研究開発しようなんて話にはならないだろうし。勇者一行のワクワクダンジョン大冒険とかスピンオフを一本作ってくれればいいのに。フリーレン宝箱全開け、
ヒンメル、ダンジョン前頭派、やだ RPG やってる時のいつもの俺じゃん。そもそもダンジョン踏破するなら魔法使いより戦士系の方が重要っぽい。戦闘においては閉鎖空間で魔法使いの利点ってあんまないしね。トラップの対応とか横からの不意打ちとか魔法使いに向いてなさすぎるんよな。だからこれくらい対応できるようにならないと1級は無理って話なんだろうけど。魔法使いは宝箱がミミックかどうか見破るのには必要だよ。あと床の罠を見破るのにも必要だと思う。魔王守護に生まれたのにダンジョンに詳しい伝剣は一体。王家直轄領とかに見つかったダンジョンを探索した経験あるのかな。なおミミックと判別されてるのに開けるエルフだって 1% はお宝の可能性あるんだよ。昔は少しぐらいまだ残っていたのかも。伝言は帝国軍所属からの叩き上げだそうだから現場にも詳しいのでは。流行りが自然のもの使うだけで、その流行りあくまでも人間限定の流行りだからな。伝言のように魔族が師匠だと基礎が流行りとは違うし、その点はフェルンも同様。伝言は軍属魔法使いの叩き上げだから、ダンジョンじゃなく戦場で使われていたトラップ知識の応用かもしれん。マーゾルトラークを防げるレベルの防御魔法にリソース取られすぎてるっぽいし、ゾルトラーク開発したクバールにも原因の一端はある。80年かけて気づいただけあって、かなり複雑な魔法だとクバール本人も言ってたしね。なんで秒で習得してるんです。そもそもダンジョンって何なんだよ。わからん。普通に考えたら女神様が人類のレベルアップのために用意した試練の場だろうと思われる。ミミックにすら引っかかるようなやつはレベルアップする前に死ぬよな。歴史上最もミミックに引っかかってそうな魔法使いと、歴史上最もダンジョンを踏破したパーティーの魔法使いが同一人物だから、まあ外れ値として除外すべきと言われたらそれはそう。まるまる時代のダンジョンだとか言ってるシーンあるし、多分人間が作ってるものではあるみたい。作中で出たのは統一帝国時代だったかな。何年続いたのかわからんけど、フランメがいた時代だな。宝物庫をダンジョン化させるのが過去の王族や貴族の間で流行ってたとか。それが遺跡として現代に残ってるパターンか。ダンジョンの名前とかも墓みたいだし、多分王侯貴族の墓所を洞窟対策盛りまくった結果ダンジョンになったんじゃないか。2クール PV の最初の方にキューパーティーが石の建物の中で火を焚いてるシーンがあるけれど、あれはもしかしてダンジョンの中かな。ヒンメルに不思議のダンジョンとかくぐらせたらドハマりしそう。墓所だとしたら攻略すんなよ、安堵しないよう伝承しろよとは思う。ダンジョン扱いされるようになったの何でだろうな。日本の古墳やエジプトの王家の谷みたいに王や貴族の墓に宝物を詰め込む文化の時代があって、それを洞窟から守るために迷路化して防犯装置もたくさんつけて、さらに魔物も放し飼いにした結果、お宝と危険がいっぱいなダンジョンができたというわけか。そう考えるとミミックも理にかなってるな。マーゴエー、討伐、最終任務や荷物運びまでやるからな、ヒンメル。全世界のダンジョン踏破とは誰も思ってないだろう。ビアベルもにっこり。今回の攻略にかかった時間が半日程度だし、もっと難解なダンジョンで3日、平均2日と仮定すると50ダンジョン踏破で100日ってところか。発端が討伐依頼ということが多かったみたいだし、妥当な気はする。平均 1.5 日で100ダンジョン踏破とかかもしれないよ。明らかにヤバそうな迷宮塔とか出てたけど、勇者パーティー生きて帰れたのだろうか。密室のエピで戦況等の攻略ってあったけど、あれもダンジョンの一周。今後ちょっとでも触れられるかもね。戦況の塔の話見たいよな。不死なるベーゼ戦も建物内だからダンジョンかもしれんし、階層でもいいからダンジョン戦闘用魔法どんなのあるか見てみたいね。ダンジョン攻略してたのはヒンメルパーティーだけじゃないけど、防御魔法は得意点があるからクバールさんとフリーレンのせいだわ。防御魔法開発はフリーレンの貢献が大きいけど、それだけじゃなく人類層でのものだよ。ダンジョン踏破は魔王討伐とはあんまり関係ないヒンメルの趣向だから、後の人類に不利益な事態を招くなら失態と言ってもいい。魔王討伐の片手間にやった攻略で衰退する技術なら初めから衰退してるよな。100年で衰退するのが50年で衰退したぐらいの誤差の範囲よ。
衰退したってことは必要がなくなったってことだしな。だからこそあえてダンジョン攻略を試験として選んだわけだし。確かにヒンメルの失態とかって話になるのがわけわからん。ダンジョン向けの魔法とかなくても一般攻撃魔法と防御魔法だけで大抵の敵は倒せますし。ヒンメル最大の失態はフリーレンと回復そんなに惚れたことだろう。ヒンメルに惚れてた人間族の女のレスだろ。成仏してくれ。あれだけそこら中で人助けしつつイケメンポーズしてたら熱を上げる女性の1ダースや1グロスいてもおかしくない。実際ヒンメルと同行してた頃のフリーレンはクソ言われてもしゃあない部分はあったんだよな。エルフだから仕方ないさ。便利になればなるほど衰える技術もあるっての早いな。説得力があるね。そもこの世界のダンジョンに関する説明ってあったっけ。誰が作ったのか、宝物はなぜ置かれているのか、なぜ踏破済みとわかるのかとかはなかったかも。 RPG とかで当然のようにあるけど、ダンジョンって謎の存在だよな。魔物が拠点とするには不便だし、宝箱がある意味がわからないよね。古代の遺跡みたいなもんだろ。日本だって文明が滅んで何千年も経てば大阪や新宿駅がダンジョンと呼ばれるよ。金庫とか冷凍庫が宝箱扱いになるのかな。ヒンメル以外にも勇者いっぱいいるのですが、全てヒンメルのせいにするのはちょっと。ヒンメル一行はあくまで魔王城へ向けての道すがらの寄り道だもんな。大陸中を網羅したりはしてないから行ってないダンジョンの方が多いはず。実際今の旅もかつての旅をなぞってるけど、ほぼ一本道だしね。これヒンメルたちやそれ以外の人が踏破したダンジョンの地図とか残してたってことなん。もしかしてダンジョン探索って墓どころの洞窟だったりする。お宝の可能性 1% は高すぎるでしょ。マジで判別魔法が役立たずすぎる。それは計算が違う。ミークハイとミミックですが間違ってる可能性が 1% なのであって、その 1% からさらにお宝だったりゴミだったりスカだったり分岐するんだよ。しかも 1% って厳密にそうなわけじゃなくて、ごくまれに鑑定が外れたことがあるくらいの感じだよね、きっと。わざわざ計算して 0.何% とか言わないだけって気がする。カルフォッテはな判別 95% の魔法があって、ソシャゲのガチャがピックアップ 1% とか普通なの考えると、ソラミミックでも開けるわ。ソシャゲガチャと違って外したらガブッといかれるけどな。あれってフリーレンだから無事なだけで、普通の人間なら死んだりするんだろうか。魔法で防御力上げてるだろうから、ある程度強くないと当然食われるんじゃないかな。じゃないとミミックが死活問題で別の擬態方法になりそうだしね。屋外の開けた場所で使うことが前提になってる時点で魔法使いの認識が甘いのでは。紫外線にすら対応できない魔法使いとかもいそう。街中で魔法ぶっぱするイカれたやついたらどうすんだ。単純に犠牲を払ってその魔法使いを捕まえて見せしめを兼ねて処刑じゃない。ドラート君の緩みっぷりとフリーレンの無手からの秒殺の裏付けでもあるのか。やっぱ謎に自然発生するダンジョンっていい発明だったんだなって。ヒンメルの不思議のダンジョンが作れるな。不思議のダンジョンはヒンメルと相性悪いと思う。確かに慣れると各フロアが稼ぎ場か即折りのどちらかになって、ヒンメルみたいに全部屋巡回なんてしなくなりそう。ローグライクな自動生成ダンジョン的なものは存在しなくて、全部人造あるいは紙作りとか魔族作りの遺跡なんだな。最近は割と珍しい設定かもしれんね。最大の失態は子孫を残さなかったことやろ。スピンオフ勇者ヒンメルのくだらない旅頼む。アイゼンはミミックの調理方法を知ってれば 99% も美味しくいただけたのに。ダンジョン飯のドワーフならできたかもね。個人的にはヒンメルに隠し子か隠し孫がいて、フリーレンは育てる展開が見たいわ。すげえ複雑な気分で育てる感じになりそう。ゼンクリカンスト派のヒンメル、 RTA 派の南の勇者。レベリング足りなかったらこの未来もなかったわけだが。オッダンジョンだ、モブロー。マッピングしながら最深部だけじゃなくて全部埋めるのはイカれてんのよ。なかなかのダンジョンマニア。でもやっぱり勇者ヒンベルは株が下がることはないのよね。ヒンベル、
実際一言くらいしか喋らなくても印象に残るの本当すごいと思う。魔物さんって腕のシーンもいいよな。欠点あったぞ、個人ってことだ。でもそのくらいなんじゃない？欠点、晩年縮んでハゲ散らかす。それは欠点じゃないよ、イケメンだもん。ハゲてる僕もイケメンだろう。確かに読み返したらイケメンにしか見えなかった。なお、そんな状態でも魔族は勇者を恐れて目立った活動はしなかった模様。人間は寿命が短いからあかんわ。子供にマジギレするあたりはシンプルにうわーってなったけど、それ以外は本当に勇者すぎてな。ああいうのがまた親しみやすいんじゃないか。仲間へのスカートめくりにガチギレしたといえば聞こえはいいから。王様にタメ口聞いて処刑されかけた男。勇者の剣、お前が勇者だなんて認めない。ポップのアバンの印、わかる。やっぱ告白しないとだよな。勇者の剣、こいつは自分。剣なくても問題ないな。よし、次を待とう。ヒンメルの弟子いないのかな。銅像の決めポーズに何時間もかけて職人さんがちぎれさせたくらいしか欠点がない。ちょっとアホ、そこが長所でもあり短所でもある。パーティーの中で一番才能ないのがフリーレンかもしれないの地味にヤバい。まあフリーレンも1000年前の時点で将軍倒せてたから。欠点、もういないことじゃない。鈍感エルフに一途すぎて子孫多分残してなさそうなところかな。というかこの作品って誰かの株が下がることがなくない？登場時が最安値というか。強いて言うとフリーレン。勇者一行のすごい魔法使い、私生活ダメダメ、ミミックみたいな感じの愛嬌のある下がり方だよな。ダメなところ含めていい男なんだよなヒンメル。109話の残影のツアルトのとこ最高にイケメンだった。こいつと南の勇者が抜けなかった勇者の剣はもうなんなんだよ。女勇者好きとか伝承が本当に合ってるのかって思う。魔王以上の敵が出てくるんじゃないかな。そして勇者ヒンメルとフリーレンの子供が勇者の剣を抜くんだ。オイラクは死んだ。なんなら初登場時が一番株が低かった。無職になったからな。仲間が勇者ヒンメルならそうしたって言われるくらい鮮明に記憶に残る存在なんだろうな。弱点は好きな子の嘆きっす。そりゃやられるよ。好きな子の嘆きっすで卒倒し、好きな子がスカートめくりされるとガチギレする男。そこだけ小学生かよ。何をどうしたら直立して剣持った状態であのイカれまくったスピード出せるんだ。実はロケット噴射装置とか積んでるだろう。ところでイケメンポーズ集はいつ発売ですか？私も欲しいな。ヒンメルは出番が来るたびに加速度的にイケメン度が上がる。アイゼンは化け物度が上がる。そしてハイターはおっさん度が上がる。G になっても存在自体が魔族の牽制になってて、七宝剣のアウラから国を守ってたのがやばい。勇者の剣は本当に必要な時にしか抜けないんだよ。人類 vs 魔族の総大将のぶつかり合いの時に活躍しない聖剣って何の意味が。もっとひどい世界の危機が来るのを待ってるんだろう。それで人類が絶滅したところで別に世界が滅ぶわけでもないしな。人類滅亡は世界を滅ぼす大いなる災い、に該当しないか。敵味方の未来予知者が今のところ何のためか不明だけど、魔王死後の布石売ってるから、それが本当の危機が来るタイミングなのかも。大の剣ですら最初だけで後は出れたのに。そうか、あの勇者の剣が大の剣だった場合、他のやつには絶対抜けないな。ヒンメルの職業スーパースターだった説。岩本や大塚の音帯で行こうや。声だけで魔族ビビりそう。あのモリモリエルフが思いっきりぶっ刺したから抜けない説。私の主は戦士ゴリラだけと思い定めてるだけかもしれんやろ。なお本人は文句になって武器使うのはやめた模様。実際に勇者剣を使わず魔王討伐を果たしているからな、あの化け物パーティー。地味にローヒンメルの声優は誰になるのか楽しみ。さすがにないとは思うけど、シコリン族党は勘弁してほしいけど。ヒンメルと南の勇者の株は無限に上がっていいぞ。アトクバールさんの株も上がっていい。実際めっちゃ上がり続けてる。ゾルトラークの評価が上がるたびにこの人の評価も上がるからな。
ソルトラークっていうか普通に勇者パーティーが盛られるたびにかな。あいつらが封印しかできないってってなるよね。個人の設定はいくらでも持っていいという風潮大好きです。フリーレンに出てくる勇者はカマセやなんで勇者って呼ばれてるのを、デレベルの粗暴な職業勇者じゃなくて行いで勇者って呼ばれる正統派の勇者だからな。やっぱり正統派の勇者がかっこいいよ。ヒンメルはもちろんだけど南の勇者ほんと好き。序盤で一セリフだけでさらっと退場が知らされた最強の勇者がマジで最強だったの好き。最強相手に持ち得る最強戦力全投入した前置のシェラハトもガチすぎて好き。幹部にやられたのか、実際は全幹部と同時戦闘でした。なんだこの化け物。3人返り討ちにしてるの頭おかしい。そりゃ人類最強だわ。3人プラスマ王の腹心だぞ。敵軍最強戦力8人相手に4人、うち1人はナンバー2、返り討ちだから互角以上だな。ぶっちゃけ魔王より強かったと思う。ヒンメルは1話で個人となったのに人気投票1位を取った化け物。惚れるしかないもんヒンメル。魔物のモノマネですら即座に撃てって言っちゃうの本と勇者、あの話だけでもう大好きになったもんよ。勇者としては完璧だけど個人としてはそれなりに欠点あるの人間見合っていいよね。勇者ってのはこうもっとクズで人手なしでハーレムで追放して権力者に嫌われて裏切られて復讐しなきゃならなんだよ。行動含めて初めて勇者は勇者足らんということか。過去編突入で出番が増えたのは嬉しくもあり複雑な気持ちもあったな。しかしそんな心境も今のところ杞憂なくらい株落とさんなこの勇者。ハイターが勇者パーティーにしては弱星かと思ったけど、自分の自信のないやつが勇者のおかげで英雄になれたし、晩年でフェルンを救い導けたと思うと深掘りはできてるのか。レプリカ剣ドーンとかされて壊れない私すごくない？ヒンメル幼少期から魔王討伐までずっと使われてるのはすげえよ。ヒンメルの棺桶に入れられて一緒に埋葬されるのも納得の剣。もうあんた本物の勇者の剣だから。なんであんた折れなかったんですかね。刺さってるのがレプリカでもらったのが実は本物だったとか。訓練用だから切れ味はそこそこで頑丈さに全振りしているか、使用者の魔力で武具を強化するとかの設定がありそう。フリーレン、使い手がポジティブなら剣が折れない魔法。正確なところは分からんけど、せいぜいドラクエでいう鋼の剣くらいのスペックなんじゃないですかね。もうあんたが真の勇者の剣として継承されても文句ないよ。実際戦い抜いたしね。 RPG モチーフの作品は山ほどあるけど、こんなに説得力のある勇者もなかなかおらんね。腕の偽物見せるやつは非対象者が自分の記憶から幻覚作り上げてるんじゃなく、魔物が対象者の記憶読み取ってそう振る舞ってるんだっけ。そうだから本人しか知らないはずの出来事を言ってきたりする。魔物に幻覚かぶせて見てるから腕って言ったのはフリーレンの知ってるヒンメルはそうだから、フリーレンが言わせたのだとずっと思ってた。魔物が記憶読んだ結果のロールプレイで自分から言ったんなら間抜けもいいとこすぎるな。魔物は人の心が分からず習性としてしか理解してないからね。打てって言ったらなんやかんや打てず、それを自覚して心折れるやろなって、定石の攻めをしたら死んだのか。命乞いする師匠に化けた時はとっくの昔にお亡くなりになっているのに、時事ネタで同情引こうとしたりするんだろうか。てかヒンメル、ハゲても株が下がらないのはどういうことだよ。親父もどっちのじいちゃんもハゲてる俺も将来に希望を持っていいのか。個人ではあるけど、現時点での旅の終着予定地からしてフリーレンが再会できる可能性は高いからな。今時珍しい正統派勇者様だよね。追放者に出てくる勇者どもはヒンベルの爪の赤でものめ。出だしで国王に処刑されかけてたのは本当何言ったんだヒンメル。おっさんが王だったのかみたいなテンプレ発言だったりして。支度金パーティー全体で50ゴールドかよ、しけてんな的なゲームプレイヤーが言いがちなやつだったりして。あの世界の前衛には珍しい超高速アタッカーに一撃で森吹き飛ばしたり無理結界かけさせる火力がついてます。不老長寿のエルフに長いと言われるポーズ決めの時間。勇者マックスゲセヌ
各地に勇者の子孫がいそうなのに不思議なもんやな。そんなもん名乗ったら期待値上がりすぎて父に突っ込まされるぞ。自分のことは信じないけど、ヒンメルのことは信じると言いたくもなるわな。勇者ヒンメルならこうしたからです。好きすぎる。ヒンメル、思いを告げて関係が壊れるの嫌だから秘めておこう。勇者の剣、勇気と勇者じゃないな。どこぞの寄生石のようなクソ仕様やな。ビビって女に自分の剣も抜けないやつはダメだ。イケメンポーズの像を作るために何時間もかけたとかでちょっとやりすぎじゃないと株を少し下げてからの理由が判明して株爆上げみたいな印象。いやでもやっぱり長すぎじゃない。で、程よい株価に収めてる印象。魔物が笑み言った幻影までプラス評価に貢献するの草生える。というかさ、この作品ネームド人間で株価落ちたのっている。七宝剣に打ち取られた人類最強、昇格試験で全評判が高かった有力候補生、魔族に悪意を感知する腕輪をつけて飼いならしたつもりの黄金鏡の領主、いないかも。多分あの剣が勇者に反応しないのは持ち主がまだ生きてるからだろうな。もしくは来るやつみんな自分より性能のいい剣持ってて拗ねてるか。ヒンメルの欠点は株上げたりフリーレンを思った描写がされるたびに一話のフリーレンに物申したくなることかな。本人もちゃんと話さなかったこと後悔してる上に自分の気持ちにも気づいてなさそうだから何も言えないと思うけどね。でも指輪のシーンとかな。ザインが知ったらさすがに怒られそう。勇者の剣、なんかみんな勘違いしてるけど私の本名愛を貫く剣でして、愛する者を守る誓いを立てた者に抜かせるんですよ。未だ勇者は素直さが足りない。なんで勇者ってみんな不器用なんだろうね。ヒンベルも南の勇者のダメとか、あの勇者の剣はどこまで強力なの。逆に剣の方が二人に対して役不足だったから抜けなかった説。世界を救えるなら勇者かどうかなんて関係ないよ。この発言のしばらく後に本当に世界救うんだからすごいよ。勇者の剣は今後何かしら展開に関わってくる可能性あるんだろうか。勇者なら抜けるってのもまず本当なのかどうか。長い間伝承されてるうちに誰かが言い出したのがまた長い時間をかけて定説化したとかもありそう。魔物が近寄れないらしいからただのガラクタではないだろうけどね。魔王を倒したら手に入るクリア後の隠し要素。クリアしても刺さったまんまじゃねえか。剣抜きに来ないんだもん。シタルクなら普通に力ずくで抜けるんじゃないか説好き。ヒンメルもまあ勇者の剣を抜けない偽物なんだよな。まあ世界を救ったのはその偽物なんですけどね。勇者の剣なのに大事な場面で活躍すらないのはどうなん。そういや本物の勇者はどこにいるんだろう。まだ生まれてないとかかな。魔王が結果はどうあれ共存派だったから抜けなかったのかもしれない。多分本気で人間滅ぼしに来るタイプの魔王だったら抜けたよ。未来予知できる敵幹部が千年先のうんぬんって言ってたし、もしかしたらフリーレンはアフターストーリーであると同時に前日談なのかもしれない。行動だけ見たらテンプレ勇者的なんだけど、ちゃんと考えた末の行動で背景を丁寧に貼り付けてるから逆に個性的になってる。ここまで勇者らしい勇者も今じゃ逆に珍しい。そんでかっこいいんだからまたいいわな。ヒンメルは昨今珍しく真っ当な光の勇者だよね。うん、大好き。俺もフリーレンの勇者は2人とも強さもメンタルも勇者してて大好き。お互いめちゃくちゃリスペクトしてそうだよね。この勇者ナルシストだけど実際にも心もイケメンだから鼻につかんわ。むしろナルシストキャラのおかげで鼻につかない。やっぱり何かしら弱点とかダメなところは必要なんだな。七宝剣の結界を普通の剣で傷つけた男。フリーレンのパンツ見られたところに切れてたり人間味あふれてるんだけど、実はヒンメル以外も化け物パーティーだからな。飲食不要になる魔法をかけたからそのまま研究してて大丈夫ですよって。おま、試験が始まる前の優勝候補の実力者たちが本当に強いとかストレートに正直な展開が逆に新しいよね。勇者の剣はむしろ伝説の剣が抜けないくらいで諦めるやつは真の勇者じゃないって感じで勇者の心を試してるものだと思ってたわ。最初から抜けないこと前提の伝説の剣なのか。多分まだ必要ないだけなんだと思う。
まだ勇者は必要ないし抜かれる時じゃないのか。思い人関係にはイケメン捨てるくらい感情出すのもまたイケメン。そこすさまじくアホで好き。後ろでハイターが私の見せますからって何の慰めにもならないことが欠けてるの。さらに草、フリーレンの心にはいつまでもまばゆく刻み込まれてるんだ。これって素敵なことじゃない？ここ数年勇者の株を落とすような作品が増えたのもあるけど、本来は人々の希望になれる肩書きだからね。個人的にヒンベルの好きな部分としては RPG 的なお使いや冒険とかを人柄にうまいことを落とし込んでるところだな。俺は勇者に憧れて目標を達成しても平和になったし仕事探さないとなみたいな肩書きにとらわれず、一人の人間として生きていくのをナチュラルにできるところかな。達観してるようで人々に好かれてたのがわかるよね。壊せない結界でも壊せるイメージを持たせれば破壊できるって発想と行動もすごいが、それを実現させてしまうのはもっとすごいね。ハゲなんだからこだわったって意味ないよ。ハゲなりのこだわりがあるの。お返せるイケメンハゲ。でも好きな女の子とは結ばれなかったじゃない。しかもその女の子は彼の行為に全く気づいてなかったじゃない。アウラ自害しろ。グラオザームは人間しか捕食しないという魔族とはまた変わった特性の魔物だけど、対象の人間の最も大切だった使者の幻影を出すって何気にえらい高度な魔法な気がしてきた。今思うと銅像を何度もリテイクさせたりしたのも人々に忘れないでほしい。フリーレンが寂しくないようにってのもあるだろうけど、冒険してた時のかっこいい一人の男をずっと覚えていてほしいからっていうのもあるのかな。少しはそんな気持ちもありそうだよね。ヒンメルは真っ当な勇者という属性からナルシストや軽い言動でうまく引き算していい感じに仕上げてるよな。あの少年の良さで言動まで真面目で真っ当だったら多分お綺麗すぎて魅力半減すると思う。ちょっとお茶目で人間臭いところまで含めて完璧なんだよな。フリーレンがヒンメルへの思いを自覚した時にどうなるのかな。世界で一番愛しい人を自覚した時にはもう世界のどこにもいない。美しい。これ以上の芸術作品は存在しえないでしょう。